皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川かおるです。2021年7月18日の生放送を行っていきます。はい、というわけで、皆さん放送開始前から多くの方がご来場いただきありがとうございます。放送開始前の時間帯で、まあ、チャットをして楽しむという形でも、まあ、ぜひともご利用ください。何しろ動画に対するコメントっていうのはなかなか横のつながりというか、なかなか見ている人同士の会話っていうのがなかなか難しいので、こういったライブ放送の時にいろいろと、まあ、お友達を作れるかどうかはちょっとわからないですけど、少なくとも同じような、まあ、方向性を持った人たちと仲良くなることができるんじゃないかなと思っております。というわけで、まずはまあ皆さんのこの環境ごとにちょっと状況は違うかと思いますが、放送の声がなんか聞き取りづらいなとか、声がめちゃくちゃちっちゃくて聞こえないよとかいうことがあれば、まあそのことをチャットの方に書いていただければ、少しだけマイクの音量を上げるとかできますので、今のうちに書き込みをお願いします。よいしょ。というわけで、いつものようにですが、こちらで皆さんの生放送話題募集コミュニティの方でしておりますので、まあ今から書き込むと私の方が気づかないことがあるかもしれませんが、まあこういったものを取り上げるんだなっていうのを分かった上で、まあ今週だけではなく来週も続いていきますので、書き込みっていうのをぜひともお待ちしております。はい、というわけで、今回は26件のコメントが集まっております。そして私の用意したニュースというのも、まあ、織り交ぜながら、そして皆さんとのチャットの、発言というものも取り上げながら放送を行っていこうと思います。放送時間としては15時から17時を予定しています。まあ、ただし、これは、まあ、なんとなく決めているもので、大抵この時間にうまく収まることはありません。なんとなく2時間半とかなることは、まあよくあることなので、長くなったら、まあそれぞれの方のご予定に合わせて後で保存動画見てみようみたいな形で残りの部分を見るなんていう形でもご利用ください。ルニアヒさん、スーパーチャットありがとうございます。上川さん、皆さんおはようございます。おはようございます。今日は起き抜けで頭と目が死んでるのでご挨拶これだけで失礼しますということなんですが、大丈夫ですよ。もうそういう時だけでも、まあラジオ感覚で見る感じでも全然もういいでございますよ。よいしょ。こちらの用意したニュース記事なんですが、まあパパッと、表題だけまずは写しておきましょう。オリンピックボランティアの非売品のユニフォーム、売ったり買ったりしたら処罰されるのか。そして中国の軍事評論家、日本を核の先制不使用の例外にせよと主張。一旦削除された動画が再浮上というニュース記事と、その続報的なもので、そういった動画がアメリカで拡散されてますよっていうニュース。よいしょ。この中国の軍事 YouTuber が日本に核砲撃しちゃれやっていう話については、アメリカの方で広がってるよっていう記事だけではなく、韓国の方でも取り上げてますよなんていうニュースがありますね。そしてですね、今大阪では、表現の不自由展というものが行われていて、これに関心を持つ人たちというのもたくさんいます。
いわゆる開催を支持する人、開催を反対する人、どちらもいるんですが、中ではどんなものが展示されているのか、現在ではかなり厳重に、録画禁止といったようなことが徹底されているようで、まあどんなものがあるのかちょっと話題だから見てみないなという方がおられるようです。まあただしですね、以前行われた愛知トリエンナーレの時にこの展示物をまあ撮影して回った方なんかが YouTube に動画を上げられていますので、私の動画でもそれを一部、流しております。これをご紹介しようかなと思っております。動画の作成日としては2019年10月10日なんですけれど、2021年の現在でもなお、まあ、ほとんどの部分ではあまり変化がない。一体どのようなものを表現の自由を盾にして展示しているか、そういったものをご紹介しようかなと思っております。そして今中国の経済状態どうなのっていうようなことを聞かれるコメントがありましたので、少しだけご紹介しようかなと思っております。こちらまあ日経新聞の方で、現在中国の地方財政赤字は右肩上がりということで、中国財政省が発表している数値をもとにして、今日経新聞が今中国の経済状態こんなことになってますよっていうのが一部書いてあるので、これこちらをご紹介しようかなと思います。コメントを書き込みされた方は、あの日経新聞の記事を元にした話ではなく、まあ、大企業の方の、ニュース記事を元にしてコメントされていると思うんですけど、私としては、まあ、日経新聞の方を元にして少し、解説をしようかなと思っております。よいしょ。おそらくこれは時間がないだろうなと思うんですけれども、一応、時間が余った時用の記事も用意しております。経済依存してきた中国に真っ向から歯向かうオーストラリアの勝算はあるのかという記事でございます。そして、今日のサンデーモーニングの、まあ、テレビ番組の中でワクチンのせいで発言、ネットでツッコミが残念なんだろうということで、まあ、記事なんかが上がっております。まあ、多分取り上げる時間はないとは思いますが、まあ、こんな記事もありますよと。そして冷蔵庫プラグ外れかけといったことが、まあ今日も報じられていますと。どうやらミスだけじゃないぞっていう話がどんどんと信憑性高まっているような気がしております。よいしょ。そして、チャットの方で何か質問があれば、まあ随時ヤフーで検索かけてみようかみたいな感じでページ用意しております。はい、よいしょ。はい、というわけでコミュニティの、よいしょ、皆さんからの投稿の閲覧の方に行きましょう。並べ替え投資は基本的に評価順、新しい順の2つしかないので、評価順の方を、まあ、ちょっと重点的に当たっていこうかなと思っております。なので、皆さんからのご質問というのも、あ、私これも聞きたかったんだよなっていうのをすでに誰かが書いているようであれば、まあ積極的にグッドボタン、高評価の方を押していただければ、あ、こちらの方がみんなが関心が高いんだなっていうのが私もわかるので、ぜひとも高評価を押しちゃってください。そしていつものようになんですけれども、記事の読み上げや皆さんからのコメントを読み上げについては、まあ少しでも私の喉の負担を、まあ、下げるために読み上げのソフトを使わせてもらいます。よいしょ。はい、というわけで今日の一つ目の書き込みご紹介、日野江さんの書き込みをご紹介します。上川さん、こんばんは。五輪ボランティアユニフォームの転売が急増してるそうです。今回はメルカリも出品されたらすぐ削除するように対応してますが、削除前に売れた場合の対応は特にないようです。ユニフォームは期間が終わるまでは貸与品であるはずなのに出品してしまう。転売ってどうにかならないものでしょうか。というわけで、日野江さんの書き込みが評価順で並べた時に一番上になっておりました。書き込みありがとうございます。今、東京オリンピック開催に向けていろいろなことが動き出しているところなんですけれども、同時に、ボランティアスタッフについても、観客がある前提でものすごい募集をかけていたものが観客を入れませんよというふうに変わったので、まあボランティアスタッフについても、いや、これも自分たち行かなくてもいいんじゃないって思われる方もたくさん、まあいても、まあ全然不思議じゃない状況ですよね。
一体何のために私たち行くんだろうって思ったら、まあボランティアの人たちもちょっとやる気がねかなり下がってる状態でございます。まあ中にはもともとそういったボランティアに応募してるんだけど、誰かに無理やりまあ押し出されたような形で、ボランティアになんか組み入れられちゃった人たちとかもいますからね。まあそういった人たちもいますんで、オリンピックボランティアの非売品ユニフォームというものが今メルカリや、まあヤフーオークションでもあるかどうかわからないんですけど、そういった個人的な売買として、仲介するような業者なんかに流れてますよというのがニュースで流れております。さあ、じゃあこれを売ったり買ったりしたら処罰されるのかというのが記事になっております。こちらの記事は、元特捜部主任検事という方が書かれている記事でございます。それではこちらの方の記事、ご紹介していきましょう。大会まで1週間を切った東京オリンピック、無観客開催でボランティアの事態が相次ぐ中、フリマアプリや転売サイトなどを介し、非売品であるボランティア用のユニフォームなどが高額で売り買いされているという。ユニフォームは誰のもの？ボランティアは無給だが、オリジナルデザインのトップス、ジャケット、パンツ、ハット、シューズ、バッグ、ソックスといったユニフォームが配布される。しかし、オリンピック組織委員会や自治体のボランティア規約では、これらを転売するなど、第三者への譲渡が禁止されている。参加を辞退した場合には、理由が何であれ、すべて返還しなければならない。返還に要する費用も、ボランティアの負担となっている。ユニフォームを着用しているだけでは、競技場に入れないものの、会場周辺でボランティアに扮するなど、悪用される恐れが高いからだ。オリンピックグッズは世界中にコレクターがおり、転売目的でボランティアに登録し、ユニフォームを手に入れた後、ドタキャンするものが出ることもあり得るので、これを防ぐという狙いもある。要するに、法的にはユニフォームの所有権は配布後も運営主体であるオリンピック組織委員会や自治体に帰属しており、ボランティアはこれを貸与されているに過ぎないという関係にある。勤務を果たせば大会後に委員会などが返還請求を放棄することでそのまま進呈されるという仕組みだ。ボランティアはこうした規約を承認した上で登録しているわけだし、研修や配布時に周知されていることから知らなかったという言い訳は通らない。したがって勤務していない中でユニフォームを転売すれば横領罪に問われる。もし最初からボランティアをやる気などなくユニフォームを手に入れて転売することが目的だったのであれば、配布を受けた段階で詐欺罪が成立する。重要なのは横領罪で懲役5年以下、詐欺罪で懲役10年以下であり、いずれも罰金刑がないという点だ。バレたら罰金を支払えば済むということにはならない。購入者はどうなる？ではユニフォームを購入した者はどうなるか。刑法では、横領された者や騙し取られた者など、財産犯で得られた被害品を相当知りつつ購入したら、最高で懲役10年、罰金だと50万円以下に処されることになっている。その認識は未必のもので足りるし、どのような財産犯で得られたものであるのかを具体的に知っている必要もない。オリンピック開催前の出品なし、報道でも規約違反だと問題視されて取り上げられているわけだから、委員会に無断で転売しているのでは？最初から転売目的で手に入れたものでは？といった認識くらいはあるのではないか。転売サイトなどもルール違反の出品にあたるということで、ユニフォームの出品を見つけたら直ちに削除するとは言うものの、追いつかない場合もある。官房長官が記者会見で問題視するなど、政府の関心も高いことから、警察が悪質な転売者を見せしめ的に摘発するかもしれない。ボランティアを辞退したのに転売するといったことは絶対にやめておくべきだ。というわけで記事でございました。こちらの記事をご紹介しましたが、いわゆる安易な気持ちでボランティアスタッフの非売品ユニフォームを今転売するっていう行為は、まさに犯罪行為ですよということが解説されています。ただしここで出てきたように、オリンピックが終わった後であれば別にもう売ってもよかったのになっていう場合にして、時期が問題なんですよね。さあ、これからオリンピックが始まりますよ、オリンピック開催中ですよっていう時は、それはあくまでも業務を遂行するために貸与されているものなんだから、
他のことに使ってはいけませんし、他に売ってもいけませんよというのがまず第一の話です。で、このことを知った上で、買い求める行為っていうのもそれもダメですよという話なんですね。もちろんこのことについてですね、警察がもうありとあらゆる手段を尽くして買った人を全員捕まえよう、売った人を捕まえようとするかって言われると多分そこまで血眼になってはやらないと思うので、この記事の中で出てきているように見せしめ的にっていうことですね。まあ、例えば複数の人を束ねるような形でやたらと売りさばいてる、お前明らかに業者だろう、最初からもう転売する気満々でボランティアスタッフに応募して実際にボランティアする気なんて最初からなかっただろうっていうようなことが疑われる人に対して、おそらく警察はまあ逮捕に向かうんじゃないかというまあ予想がされていて、まあ多分その予想は当たってるんじゃないかなと思いますね。で、日野江さんが書かれていましたが、まあこんなことをまあ許しちゃいけないよ、じゃあどうやったらこれをなんとかできるかと言われればですね、まあやり方としてはまず、貸与するもの、それらにすべてまあ管理番号を振る、そして管理番号が一体誰のものかっていうのを分かるように、いわゆる紐付けを行っておけば、まあインターネット上に出てきた時にまあそういった画像の中で対応番号、まあどこかに隠すような形でまあ打つか、それとも分かりやすくドカーンと胸のあたりに数字を出してしまうとか、まあそういった工夫をすることによって売った人が誰かっていうのを後からいくらでもたどれるよみたいなことを、まあ仕組みとして持っておくのがいいのかなと思いますね。で、対応するときにまあそういった説明をして、大会前、大会中に売ってはいけませんよ、売ったことしたらそういった仕組みがあるので、あなたがもしかしたら犯罪者として、捕まるかもしれませんよってことをまあ事前に説明するのかっていう、まあそういったことがまあ一つの抑止力になるのかなと思いますね。で、もちろんこういったことをすると、まあそれを逃れることができるじゃないかっていうふうに言われる、まあ今ハクビさんがチャットで書かれていますけど、まあそういったことをもう除外するっていうことにするんだったら、もうその番号を隠したらそのものそれものがもう完全にダメになってしまう。例えば上着であれば胸の4分の3ぐらいのサイズでドカーンとやって、それを隠そうもんならもう何の意味もないみたいなものになってしまうとかね。よいしょ。まあそんな具合にして、まあ帽子にしたって羽織にしたって何にでも、まあそういった具合にして、まあ対抗手段は来るんだったらその対抗手段を前提にして何かをしましょうというのがいいんじゃないでしょうかね。で、まあそもそも転売する人っていうのがどういうふうにしてもそうやって逃れるんだったら、結局出品者のところ、まあメルカリだったりメルカリで、まあ出品者情報っていうのを元にして辿っていって逮捕するっていうことをまあ実施するしかないでしょうね。で、逮捕した後で、はい、テレビ局の皆さん、ぜひともいらっしゃいっていう形でわざわざそれを全員に取らせるような、まあいわゆる見せしめ報道まで許すとかね、まあそこまですることができれば、まあ、あ、これはやっちゃダメなんだなっていうふうにわかるということですね。まあ少なくともこういったものについては、そういうのを全然考えずにやっちゃう人っていうのもまあいるので、なるべくだったらもう最初から狙って、転売目的でボランティアスタッフに応募したんだろうっていう人をまあ狙ってまあ逮捕するのがいいんですけどね。まあ何してもそういうふうにして明らかにこれをやったら罰が待っていますよっていうことを周知広報する、そしてそれが起こりにくい仕組みをやるっていう2つ、この2本立てでいくしかないでしょうね。まあそれでも転売する人は転売するんでしょうけど、まあそれだったら、あ、もうやっちゃったんですね、じゃあ仕組み上として防ごうとしましたができませんでした、なのであなたは逮捕しますよっていうのをまあ粛々とまあ実施するしかないでしょう。まあこういったことっていうのは明らかに悪いことをしますよっていう人はどんな抑止力があったとしてもやるものです。例えば刑罰がものすごく厳しくなったとしてもやる人はやりますよねっていうところですね。例えば今だとお酒を飲んで運転したら重大犯罪として捕まりますよ、放送されますよ、あなたの社会的信用はゼロになりますよっていうのが分かっていたとしても
それが分かっていてもお酒を飲んで運転して事故を起こしてしまう人っていうのもいますからね。これはどんなに抑止力をいろんなところで聞かせたとしても、まあ人間っていうのはそれを迂回する形で犯罪を犯してしまうっていうことがあるので、まああくまでも限界はありますけれども、少なくともそういった工夫を凝らして少しでも減らすっていうまあ努力は必要だと思いますね。はい、というわけで日野 A さんのボランティアスタッフユニフォーム転売についてでございました。まあなるべくそういった仕組みを取り入れるのが大事ですよね。転売したいっていう人たちはもうとにかくいっぱいいますからね。今日も一日頑張りでさんの書き込みに行きましょう。ポチッとな。最近の報道を見ていると日本はますます韓国は見捨てて台湾を可愛がるのかなと思います。つまり半島危機はありえないが台湾海峡危機はありうるということでしょうか。いずれにせよ今後もアメリカと歩調を合わせてほしいと思いました。ということで、ガンバイデンさん書き込みありがとうございます。最近の報道を見ていると日本はますます韓国は見捨てて台湾を可愛がるのかなというふうに思いますとのことなんですけれども、報道ベースで言うと韓国を見捨ててるっていう感じは私はあんまり感じないですね。例えば皆さん、テレビを見る人見ない人もものすごいこの格差はあるんですけれども、朝のワイドショーそういったものについては日本の、番組なんですけど、まず韓国のエンタメ情報から入りますよとかそういった形で、一体これはどこの国の番組なんだろうかなっていう番組構成をしている局なんかもあります。でそれ以外にもですね、日本のテレビ局なんですけれども、もうやたらと韓国ドラマ今でもやりますよっていうところはまあいっぱいあるわけですね。視聴率が高いとか低いとか関係なくもうガンガンと放送してると。で言い訳としては、いや日本の放送番組を使うよりも韓国の報道番報道じゃない韓国の、ドラマの方を仕入れて流した方が、まあ、視聴率は高くなるんだみたいなことを言うわけなんですけど、なんだそれはって私なんかは思ってしまうわけですけれども、たとえ古くてもいいから日本の番組流せばいいじゃんって思っちゃう方なんですけど、まあそんな風にしてですね、なんか日本の報道とか日本のテレビ局が韓国を見限っているかっていうと、私は全然そんな風には感じてないですね。最近だと、TBS なんですけれども、ムンジェイン大統領が日本に訪日する時の条件として、まあ日本が優遇国、措置を復活させなければ、復活するんだったらムンジェイン大統領が訪日してもいいよみたいなことを TBS のが、まあ、報じていて、で他の報道機関なんかを見るとあんまりそういった話が出てなくて、なんか他の局とのなんか整合性が取れないというか、で韓国側の報道を見てみてもなんかその話どこまで本当なんかな、疑わしいなみたいに思って、なんか報道を見てもあんまり日本の報道局が韓国を見限ってこんなひどいこと言ってますよみたいな感じで報じてないっていうのをちょっと感じるんですよね。よいしょ。でこの話で言うと、私もつい先日動画を上げたんですけれども、例えば福島県産の食材についてはもう韓国側の選手団としてはもう食べるなっていう話をして、それをまあなんていうか裏付けるというか、それに対応する形で弁当を作って弁当をみんなに配ってそれを食べさせるっていうような話なんかもしているわけですけれど、これなんかも報道としては私すごい扱い小さいなって思ったりするんですよね。韓国の主張っていうのは福島県産の食材が放射性物質で汚染されている不安があるから、まあ食べるなっていう話をしている。これひどい、まあ、なんていうかな、偏見に基づいた間違った情報で、不安だっていう話をしているんで、本来だったら日本の報道機関が韓国はこんなことを言ってるけど、これは明らかに間違ってますよっていう、いわば批判的な報道をすべきだと思うんですけど、なんか全然その点について触れずに、この問題を報道するのは、例えば週刊誌であるとかネットニュースだけみたいな形で、ほとんどの人は、まあ、地上波テレビを見ている人は、まあ、知らないんじゃないかなって思いますよね。また、
それ以外の話として、まあ、つい先日選手村で横断幕を掲げましたっていう話についても、それが一体どういう意味を持っていますかっていうところにテレビはほとんど触れてなかったですね。横断幕を掲げてました、これが IOC の定めるオリンピック憲章に違反していたとして撤去されましたよっていう話はするんですよ。でもその横断幕の内容っていうのが、反日活動の、まあ、旗頭にされている武将の言葉をもじったものですよっていう点について詳しく伝えてはないんですよね。だから報道されているのを見た人たちっていうのは、ああ韓国がなんか IOC 憲章に違反するようなことをしたんだ、それダメだよねって、そこの部分しか知らないわけですよ。なんか重要な部分で反日活動のっていう部分がすっぱりとなんか抜け落ちた報道をしていて、ちょっとなっていうね。だから横断幕を掲げました、撤去されましたの部分だけじゃなくて、それが一体どういう意味だったのかっていうところを伝えないと報道としては結構抜け落ちてるように思いますね。で、一方で、まあ、台湾を可愛がるのかなっていう部分について言うと、まあ、台湾の話題を取り上げるときに、なんか、その、マイナス情報というか、なんかネガティブキャンペーン、じゃあ、台湾がやってるかって言われると、そういうわけでもないと思うんですけどね。もちろん、東日本大震災の後、福島県産の食材について台湾も規制をかけたっていうのはあるんですけれど、じゃあそれによって台湾が世界中に向けてそれを広報して回って、なんか、もう日本の食材は危険だ危険だみたいなことを広めようとしていたかって言われると、そういうわけじゃないんですよね。だから韓国と台湾の話を、まあ、同列に並べて韓国だけネガティブな話を報道しないのおかしいかって言われると、いや韓国の方がネガティブなことをやっていて、台湾の方は別にやってないから報道しようがないよっていう、まあ、話だと私は思うんですけどね。で、反トキ危機は起こるかどうかっていう話をすると、で、日米韓この3カ国の連携というのは北朝鮮対策としてはまあ重要なんですけれども、今のところ北朝鮮はまあ核兵器を持った関係で、まあ自分の国はもうまあ攻め滅ぼされることはないなっていう、まあいわばあぐらをかいた状態なので、反島危機を起こすかどうかって言われると、彼らにしてみれば反島危機を起こす理由が今はないんですよね。まあ何しろ在韓米軍もいますし、で、韓国軍もなんだかんだ言って軍拡真っ最中ですから、まあ北朝鮮にしてみれば、まあうちらの国が攻められないんだったら別に韓国のことなんか気にせんわっていう、まあ状態なんですよね。そういった国際情勢上から考えて反島危機は現在、まあ起こりようがないとは思いますね。一方で台湾海峡の危機っていうのはまさに、まあ中国共産党の習近平国家主席が、まあ台湾統一っていうのは、まあ、中国共産党にとってはもう避けては通れない道だっていう話をまあとうとうとしてるわけなので、だから自分たちがどうこう判断するんじゃなくて、中国共産党自身が台湾統一っていうのを目指して武力も辞さずっていう話をしてるんですね。だから別に煽ってるわけでも何でもなくて、あっちの方が何か事態が変われば武力使って台湾の統一に乗り出すよっていう話をしてるんですよね。うん、このあたりは受け身の状態でも、まあ中国共産党が野心あらわにしている状態なので、まあ非常に気をつけなければならないと。そして台湾については、ほったらかしにしておくと、親中派の人たちがめちゃくちゃ伸びてきてしまいますよということは私以前から言っております。台湾というのは親中派もたくさんいる。そして親中派じゃない、いわゆる台湾の、まあ、生まれ育っても私たちは中国人じゃなくてもう台湾人ですよっていう気持ちを持っている人たちがいるわけですよね。だからその人たちのせめぎ合いが起こっているので、日本やアメリカがもしも台湾を見捨ててしまえば、親中派の人たちが台湾内部で増えていって、それによってまあ中国が武力を使わずに台湾を自分の勢力圏に収めてしまう、まあこういうことがあるわけですね。で、そうなってしまったら、日本はめちゃくちゃ今後、中国の圧力をもう全面に受けることになるので、すんごいピンチになるっていうのが、この流れでございます。まあ、この流れを防ぐためにも、台湾で押しとどめておくことが、今の日本にとっては、まあ、重要というわけでございます。まあ、そのためには、この日本だけで、さあ、台湾を支援しようとするのは、ものすごく荷が重いんですよね。まあ、
私もチャンネルの中で何度か話はしていますが、この今の日本の憲法体制だと自分の国を守ることも非常におぼつかないような状態なので、ましてや他の国を支援しようなんていうことはまあほぼ不可能な状態なわけですよね。まあそんな状態なので、他の国々と連携を取るっていうのはもうものすごくまあ重要になってくるわけです。よいしょ。まあといったわけで、この日本と韓国との関係、そして日本と台湾との関係っていうのは結局のところ、まあ日本のためにどう行動するかっていうのが一番大事なので、まあ韓国が反日活動をしている以上、日本としても、まあなんで反日活動をしている韓国になんか優遇しなくちゃいけないのっていうのは、まあものすごく当然の成り行きなんじゃないかなと思いますし、台湾としては、日本の力を利用して反、親中派の人たちをなんとか排除しようってする、まあ現在の政権と、まあある意味手を結ぶのは非常に重要だと思いますね。はい、というわけで今日の一日、頑張りでさん、書き込みはありがとうございました。高丸201さん、香港を手に入れた中国は台湾もやってしまえと狙っている。まあそれに近い状態ですよね。もう香港は残念ながら完全に陥落したと見た方が良いですよね。もう中国にとっては、あの国家安全維持法というものを制定して、その法律をもとにして香港の中における反共産党的な、もしくは民主主義的な主張を行う人たちっていうのを、基本的にはもう一切政治的な活動ができないですよっていう方向に持ってきています。法律をもとにして、逮捕して、そして投獄しますよっていうことも、この流れがですね、強力なんですよね。香港で民主派デモっていうのを起こそうものなら、はい、あなたたちは反共産主義者ですねということで、はい、皆さん逮捕します。これは法律で定まっていることです。皆さん法律は守りましょうねっていうことを、まあ粛々と、香港政府が行うわけです。香港政府は結局のところ今はもう北京政府の言いなりの状態なので、今後この状況が良くなることは基本的にはまあありえないんですよね。もう仕組みとして中国共産党の言うことを全て聞きますよっていうことを前提にした制度になっているので。となれば香港っていうものの次はさあどこかってなった時に、中国共産党としては香港の次は台湾だっていう話にはまあ当然なるわけです。まあこのあたりの流れからして、まあ今非常に台湾というのがまあ注目されているわけですよね。で、この件に関してはつい先日麻生大臣が台湾に対するまあ武力攻撃がもしも起こるようなことがあれば、それはもう日本にとっても自分事として取り組まなければなりませんよという話をされていました。まあこれが政権の意思として表明されたものではなくて、あくまでも麻生副総理のまあ個人的というか、まあ一国会議員のとしてのまあ意見として表明されたものではあるんですけれども、まあ政権の中、その中枢の中で、まあそういった危機感を持っている人がいるよっていうのは、今は非常に重要なことです。まあ何しろ政権の中で、まあもしも台湾有事があったら、もう台湾なんか見捨てるよっていうことを、まあ堂々と言われるようなことがおられれば、もう中国にしてみればしめしめという話になっちゃいますからね。よいしょ。ほいっと。はい、それでは次の書き込みをご紹介しましょう。兵庫加古さんの書き込みです。今回のオリンピックは散々問題が起こりケチがついた感じですが、最後まで大変なオリンピックになりそうですね。隣国絡みで嫌な思いで終わるような気がします。神様さんはどう思われますか？どうすれば良いのでしょうか？はい、というわけで兵庫加古さん書き込みありがとうございます。今回のオリンピックですが、もう散々問題が起こり、ケチがついた感じだんっていうことなんですけど、本当にいろんなことが起こってますよね。いわゆる完璧っていうものがもしも存在するんであれば、もう完璧とはあまりにも程遠いよっていうのはもう誰しもが思うところだと思います。まあ、例えばですね、もう去年の段階で1年延期じゃなくてとかいう、いわゆる後付けで今から考えればこうすればよかったのにみたいな話はもう山ほど出るような状態ですよね。まあなんですけれども、残念ながらこの話っていうのはおそらく最後までずっと引きずると思います。
もう普段だったらこんなことしなくてもいいのにみたいな話、例えば新型コロナ対策でいわゆる選手、そして選手関係者らの人たちをまあバブル仕様で守って、で一般のそのオリンピックの外側にいる一般市民の人たちの接触をなるべく減らしましょうねっていうところも、今ではジャーナリストの人たちからいやいやここは全然抜け穴あるじゃないかっていうまあツッコミなんかもまあ日々記事として上がってるところなんですね。まあそういった意味ではもうケチがつきまくってるところなんですけど、まあじゃあ全体として破綻しているかって言われるとそういったわけでもないので、なんとかこの後いろいろ改善していってもらいたいところですよね。で私たちとしてはどうすればよいかっていうところなんですけど、まあオリンピックはオリンピックで私は純粋にスポーツとして楽しめばいいんじゃないかなと思っています。で選手の人たちはオリンピックにかけて、まあ人生をかけて、まあ、スポーツをしてきている人たちなので、まあそれはそれとして楽しみましょうっていうところですよね。もちろん会場で応援できないじゃないかっていうことはまああるかとは思うんですけれども、私自身スポーツ観戦っていうのはあまり現地ではやらない方なんですよね。まあ例えば会社で勤めている時は会社枠で会社が企業スポンサーに口にまあお金出して、で会場で席が企業席向けにあるよっていうような話で見に行ったこともあったりするんですけど、やっぱり私はですねその現地で盛り上がってるなっていうのは分かるんだけれども、もう家のテレビでスポーツ観戦することに慣れきっているので、もう大きな会場だとトイレに行ったらすごい人数並んでるなとかね、そういったことがちょっと煩わしく思っちゃう方なんですよね。まあだから今回のオリンピックももうテレビでしか見れないわけですけど、私自身はもういやテレビで見せるその見せ方の方を工夫してほしいなって思った方ですよね。まあ先週お話をしましたけれども、まあそれこそ観客席にお客さんがいない関係で、もうこの観客席全体を広く使ってものすごいカメラアングルをまあ豊富にしてくれたらいいのになとかね、まあそういった話をしましたが、まあそういった風にして楽しむ方向で、テレビ報道側も努力してほしいなと思っております。ハクビさん、逆に日本以外だとオリンピック開催は無理だっただろうな、そこは誇っていいと思うということですけど、まあ本当にね、日本以外でじゃあ今の状況でオリンピック開催にこぎつけられたかっていうと、まあほぼほぼ他の国だったらもうオリンピックなんかやめちまえ的な話になりやすい状況でしたよね。ユーロ、EU の方だとサッカーのヨーロッパ選手権なんかがものすごい盛り上がりを見せていたわけなんですけど、それはですね彼らにとってはサッカーっていうのが本当に一大スポーツだからあんだけ盛り上がったのであって、まあヨーロッパの人たちにしてみればスポーツ関係者はまあ盛り上がるんだけど、サッカーほどオリンピックはもう盛り上がらないんですよね。まあそういった意味では、まあオリンピックもしもヨーロッパの国のどこかでやるっていう話になったんだったら、今のこの状況だったら少しさらに伸ばそうか議論とか、そういったことをしていたと思いますね。まあその他、まあ今ではやってないですけど別に、以前だとブラジルのオリンピックとかあったわけなので、もしも今南米でという話になったらあんまり今の状況だとできなかったでしょうしね。まあそういった意味では日本はオリンピックを開催できる状態になっております。トモさん、オリンピックってそもそも単独で興行を打てない不人気スポーツの寄せ集めだから、同じ時間に大谷翔平の打席が回ってきたら大谷翔平見ちゃうなっていうことなんですけど、まあそれはその通りだと思いますね。オリンピックで例えば100メートル決勝とかだと、まあその瞬間は見るじゃないですか。でも陸上競技全般じゃあみんなが見るのかって言われると、オリンピックだから関心はあるけれど、例えばダイヤモンドリーグを見ましょうとか言われてもなんだそれっていう話になるじゃないですか。オリンピック競技だからこそそのオリンピックの中継を見るのであって、なかなかですねそのパッケージングがないと見ないんですよね。まあ幅跳び見ましょうって言われてもほとんどの人がチャンネル変えると思いますし、まあ 5000m とかまあ見応えはあるんですけれども、なかなか一般受けするかって言われると厳しいですよね。いわゆるメジャー競技以外のものにも、まあ、日の光を当てているのが、まあ、オリンピックのいいところだっていうのは確かにあると思いますね。で、
オリンピックに関してで言うと、今あの観客を入れないっていうことが決まってますけれど、私自身としては観客入れればいいのに派の方ですね。でこれは私も以前の動画の中で言ったんですけれど、現在ワクチン接種を受けた人たちの間で新型コロナの被害っていうのはものすごく減少していますよっていう話をしました。でこれをもって私は同時にワクチン接種を受けた人たちがですね、まあ観客として入っていくことに何の問題があるのかって思う方なんですよね。で、なんだったら今ワクチン接種をしているかどうか関係なく日本国内で行われているスポーツ大会にはお客さん入ってるわけですよ。これだったら何が問題なのっていうところですよね。世界の国々からお客さんを受け入れるのは難しいにしても、日本国内で行われるオリンピックに対して日本のお客さんが入ることになんで止める必要があるんだろうなっていうふうに私は思ってしまいます。でスーパーコンピューター富岳を使った調査においても、観客1万人ぐらいであれば、まあほぼほぼ感染、集団感染を起こすようなことはないですよ。まあかかったとしても、まあせいぜい一桁台ですよっていう、まあ計算結果が出ているので、やり方をちゃんと間違えなければ問題ありませんと。例えば観客を入れなさいって言ってて、ね、5万人ぎゅうぎゅう詰めで入れたらそれはダメだろうっていう、まあそういったことではなくて、ちゃんと、50% を間引きますよとか、そういった形で密になりにくい状態っていうのを作れば全く問題はないと私は思いますね。だからワクチンについては私は話をするときに、打った人に対する効果っていうのは間違いなくデータ上出てきているのですから、これを無視する方が私はおかしいと思いますね。よいしょ。でこの話をすると、いやいや人流が増えてしまうじゃないかっていう、これがですねテレビのワイドショーなんかで出てくるわけなんですけれども、人流つまり人の流れっていう意味で言うと、例えばオリンピックの大会が行われて、その大会会場に1万人お客さんを入れますっていう話をしたら、1万人も増えるじゃないかっていう話をされるわけなんですけれども、現在別にスポーツ大会に全く関係なく、日常の通勤通学などで、東京首都圏の駅なんかだと1日100万人ぐらいの人たちが普通に駅を利用してたりするんですよね。私は田舎の人間なので、あの駅を利用する人たちっていうのがすごく少ないわけなんですけど、もう東京の新宿駅とか行くと、もう祭りかぐらいの勢いでもうみんなが普通に出入りしてるわけですよ。そういったものを見ていると、1万人なんて誤差のレベルじゃんっていうのがわかるんですけどね。これをですね、本来だったら東京に住んでいる人たちがテレビに出て喋ってるわけですよ。その人たちが自分たちの身の回りの生活の中で1万人なんてほとんど誤差レベルで今人流っていうのが発生している状況っていうのを無視して、なんか1万人増えたらもうものすごい感染拡大するみたいな話をしているのはものすごくおかしな話だと思いますね。まあという具合にしてですね、テレビの報道の中では本当に、いやこれおかしな理論をなんかものすごく正当な理論として言ってる風に見せかけて、ものすごく騙される人たちがたくさんいるんだなっていうふうに私は思ったりしますね。よいしょ。まあといったわけで、オリンピックについての話はちょっと止まらないわけですが、次の話行きましょうか。ポチッとな。総文教さんの書き込みに行きましょうかね。ミュンヘハウゼンシンドローム、ホラ吹き男爵症候群、東京五輪で韓国選手団の食事のうち2食は放射能汚染を理由に持ち込みの食事とのことすが、すべて持ち込みならいざ知らず、誰が考えても腑に落ちない所業です。韓国から食中毒用に黄色ブドウ球菌等を持ち込み、選手に食中毒を起こさせて日本の食事に当たったと息巻いてみせるつもりではないでしょうか。意図的に病気を出して世界中から同情を買う予定かもしれません。というわけで、総運協賛の書き込みありがとうございます。東京オリンピックで韓国選手団が食事のうち2食は弁当にするぞっていう話を、まあ、動画にしたわけですが、総運協賛の話っていうのはその先ですよね。これわざと食中毒を出してっていうようなことがあるかもしれないっていうね。本当ね、何が起こるかわからんところですよね。韓国の選手団が例えばですね、3食のうち2食は弁当にしているということは、逆に言うと3食のうち1食は選手村の
普通に食事する可能性があるわけですよ。で、その3食のうち1食選手村で食事をするときに何かよからぬことをして、ほーれ見たことか、この日本の選手村での食事ってのは危険だよみたいな話を、いわゆる破壊工作的にするかもしれないっていうね。まあ確かにこれはまああくまでも憶測なんですけれど、まあ非常にそういうことがまあ心配になる話ですよね。彼らとしては、まあ自分たちがもう危険だ危険だって言っていることを、いわば増強するような形で何かのことを起こしてしまうかもしれない。まあ本当に非常に怖い話でございます。で、これを解決するためにはですね、まあ非常に簡単なことなんですけど、あなたたちもう本当に危険だと思っているんだったら、もう一切選手村の食材なんか食べるな、日本の食材なんか手をつけるな、水も飲むなぐらいな感じで行った方がいいんですよね。例えば日本の水っていうのは水道水であっても世界標準で言えばはるかに高い水準にあります。でも他の国だったらですね、水道水飲んでも普通にお腹壊すっていうことがあるわけです。水道の蛇口なんて普通に飲むわけねえよっていう国の方が、まあむしろ世界標準で、日本のように水道の蛇口ひねって出てきた水をそのまま飲むし、そのぐらいの水質でトイレの水も流しますよなんていう贅沢な使い方をしている国っていうのは、まさに先進国のまあ一角なわけですよね。そういった意味ではもう水すらも彼らは何か言うことがあるかもしれないので、もうなんだったらですね、もうすべての食材、もう口にするもの、それらすべてもう韓国から持ってきて自分たちの責任でやってねっていうふうに、まあ言いたくなりますよね。まあ実際問題として私がオリンピック関係の責任者でこれが言えるかどうかってなったら、まあそれこそ法務部と相談してそんなこと言えませんよってまとめられるかもしれませんけど、気持ちとしてはそういうことを言いたくなります。はい。まあお偉いさんになると必ず法務部と相談して、まあプレスリリースを発表してくださいっていう話になると思うんですけどね。まあでもね、気持ちとしてはね、本当そこまで言うんだったら、本当に日本の水も日本の食材も一切使わず、もう韓国のものに済ましてください。もうそうしてくれないとこちらの方がむしろ迷惑ですっていう話でございます。知石さん、東京湾の水質にもクレーム言っている話も出てありますね。はい、これは結局のところ、東京湾の水質に関しては、これは日本人自身もやっぱり気になるところですよね。まあ、下水に処理をすべてしているかと言われるとそういったわけでもないですし、まあ、単純に首都圏というのはものすごい人間の住んでいる地域から、まあ、水が流れ込む場所なので、どうしてもですね、そんなすべての場所でものすごく正常な水かと言われるとそういったわけでもないので、まあ、ただしですね、そこまで言うなよっていうね、うん、っていうところありますよね。まあ、これに関しては東京オリンピックの開催側のちょっと私は、なんていうか問題だなと思っていて、別にですね、そんな東京オリンピックだからといって、東京に何としてでもと、あんまりこだわりすぎなくてもよかったのにっていうふうには思ってしまいます。まあ、それこそ静岡県の方で会場もあったりしますし、東北、の震災のからの復興ということもあって、東北で行われる、まあ競技もあるので、それと同じで別に東京湾じゃなくてもね、水のきれいなところで最初からやればよかったじゃないのとか、ちょっと私も思ってしまいます、そこは。DQ もみさん、トッププレイヤーは自分が知らない食べ物飲み物は何があるかわからないから口にしないと言ってましたね。そうですね、結局のところですね、の例えば抗生物質をいっぱい使って育てられた鶏を、その鶏の肉を食べたことによって、後でドーピング検査を受けたら反応してしまってっていうようなことがアメリカで実際に起こっていて、何を食べるかっていうのは本当に気をつけなければいけないっていうのは、まあ、まさにその通りです。まあそういった意味では韓国の選手たちが日本の食材を食べてその後何か起こったら日本のせいだって騒ぎ立てる可能性っていうのも十分あるので、まあそういった意味でもなるべく韓国の人たちにはもう自分たちでもう処理してねというふうに私も思ってしまいます。戦国さん、祝日がいろいろ変わって困ってしまう。そうですね、祝日関係は本当にコロコロ変わってしまってますよね、このオリンピック関係の話で。まあこれなんかも来年からは正常化するので、それまでは我慢我慢でございます。はい。
浦さん、過去のブルーレット水は治ったのか。まあ、これは私の動画では取り上げてませんですが、まあ、韓国ではこの水道関係の話、めちゃくちゃな話が多くて、まあ、汚水が普通に流れて出てきてしまうっていう、まあ、そんなもん絶対飲めないよなっていうふうに思う話ですよね。うん。ポチッとな。はい。というわけで、次の、書き込みをご紹介しましょうかね。次はポンタさんの書き込みをご紹介いたします。お疲れ様です。二階氏や日韓議連の議員が韓国のフミ大統領訪日を歓迎することがニュースになっています。現在の状況下でのそのような行為は国賊でしかないと思います。そもそも何のために日韓議連は存在するのでしょうか。日本を貶めるためでしょうか。またどういう経緯で日韓議連は誕生したのでしょうか。そして、熊田門さん、熊門じゃなくて熊田門さんですね、はい、こちらの書き込みを一緒に紹介しておきましょう。ポフトシさん、ついでにパチンコアドバイザー議員や民団に参加する議員たちのこともお願いしたいです。ということで合わせて、お話していきましょう。いわゆる新韓派と呼ばれる人たちがいますよっていうのは、私が動画を作り始めてから、まあ、継続的にずっと出てくる話でございます。自民党の中に新韓派、親中派の人たちがいる。その時に、韓国についている人たちっていうのが日韓議連の人たちで、親中派の人たちの中心人物は二階派ですよっていう話をしております。雨の中の熊さん、そう、上川さんのところ、雷っていうことなんですけど、今、外では雷が鳴っておりまして、この雷情報をもとにして、私の居所を探さないでくださいね。この雷っていうのは、それこそ場所によって、どこで起こってるか、地図データと参照できてしまうので、私はどこに住んでしまうかバレるっていうね、まあ、怖いお話でございますが。まあ、それはそれとしてですね。まず日韓議連の話なんですけれども、韓国のムン・ジェイン大統領訪日を歓迎することがニュースになっていますっていう話をしましたが、この話ですね、日韓議連ではなくって、親中派の中心人物である二階さんがですね、もう来るんだったらぜひともオーライオーライみたいな形で、コメントを出されておりました。そっちもかーいっていう、まあ、ツッコミを入れたいとこなんですけれども。で、じゃあ日韓議連っていうのがそもそもなんで存在するのかっていう話をすると、今日それこそ朝鮮半島の半島危機についての話をしましたけれども、もともとはですね、韓国っていうのは対北朝鮮と睨むっていう時にですね、非常に重要な国として日本では考えられていました。というのも、まあ、朝鮮戦争の時にはまさに韓国っていうのがまあ滅ぼされる寸前のところまで行ったの関係で、まあ、北朝鮮というのを侮ってはいけませんよ、韓国との友好関係を深めて韓国を対北朝鮮、そしてその後ろにいる共産主義勢力、そこからの防波堤として機能させていきましょうねっていう考えからもともとはスタートしております。だからそもそもの話として別にそんなに、ひどい話というか、ひどい目的を持って生まれたわけではないんですよね。ところが現在において、じゃあそれが有効なのかって言われるとそうじゃない。昔は役に立ったかもしれないけど、今では害悪の方がはるかに大きくなっているのがこの日韓議連で、必ずですね、日本と韓国の間で何かあった時には、日韓議連の川村さんがとかそういった話が出てきて、ぬかがさんもだったかな、まあ、日韓議連の、所属議員の人たちが韓国側の首相であったり、近いな結構、ちょっと皆さんに一言言っておかなければならないんですけれども、今私の住んでいる地域はですね、どうやら雷がゴロゴロ鳴っていて落ちたところもあって、もしかしたらですね、スパーンと停電になるっていうこともあると思います。停電になったら当然のようにこの放送はいきなり中断してちょっと継続する術がなくなるので、もしも放送中にいきなりズバッとなくなってしまったら、あ、どうやら停電になったんだなぁと、ちょっとご覚悟ください。まあその時は、まあ残念症っていう感じですね、今日は。まあ運がなかったということでございます。
で、その話でちょっと続きましょう。で、現在のところこの日韓議連っていうのはまさに害悪になっていて、韓国側の議員が日本に訪れた時にまず最初にどのような人物と会うかっていうなると、今政権側の中枢にいる人たちっていうのはなるべく会わないようにしてます。一方において日韓議連の人たちと会談を行いましたっていう話が必ずセットになって出てきます。そして日韓議連の河村議員とかが出てきてですね、まあ今日韓の間では外交関係で問題がありますが、このことについて何とかほぐして日韓友好を実現しようと思いますみたいな話をされていて、何を言ってんだみたいな話になるわけですよ。で、韓国の起こしている問題に対して日本の方がですね、なんか友好関係を取り戻そうみたいな活動すると、韓国側の意見を一切隠さずにというか変更させずになぜかそれを受け入れる前提で友好関係をっていう話をするので、本当に今の日韓議連っていうのはまあ害悪でしかないなと私は思っております。なのでポンタさんの書き込みに対するお答えとしては、もともとは対北朝鮮の防壁として韓国が重要だった、その重要だった頃は韓国と日本との連携をしなくといけないので友好関係を築こうとしていた。まあそのためにそれぞれの国で議員の連盟を作って、まあ会合を行っていたわけなんですけど、現在ではそうじゃなくて、昔は良かったけど今ではもう日本を貶める活動にまあ参加するような形になってしまっている。まあ非常に今ではなくていい、もう本当に害にしかならない存在だと私は思っております。なかなか激しいな、本当に停電になるかもしれんな。お、永田陽子さんスーパーチャットありがとうございます。花火が打ち上がっておりますが、まあ今私の家の近くは雷がゴロゴロ落ちております。本当恐ろしいことでございますが、よいしょ。総運協さん、上川さん、フェイクの雷音を入れたら場所特定できないでしょう。どうだろう。天気地図を見ればその雷が今どこで鳴ってるかっていうのは分かっちゃうのでね、どこに住んでるか分かっちゃうなっていうちょっと懸念を持っておりますが、よいしょ。トモさん、特定中が湧いたら逆に雷のない日に雷の録音を流せばよい。確かにそういう手もあるかもしれないですね。というわけで、ポンタさんへの返しとしては、現在はもう日韓議連っていうのはもう害そのもの、まあ昔は、発足する意味はあったっていう形で、まあ年月の経過によって役に立つものが役に立たず、そして害悪にと変化してしまったというふうに思っております。熊田門さんの書き込みについて、でパチンコアドバイザー議員や民団に参加する議員たちのこともお願いしたいですということなんですけれども、これはですね、私はもう発足当時からダメだった話だと思います。例えばパチンコアドバイザー議員なんていうのはですね、私はもうパチンコパチロについてはものすごく超否定派なので、もうカジノが日本全国1カ所か2カ所だって言うんだったら、パチンコについても日本全国1カ所か2カ所にしなさいっていうふうに思っております。まあ韓国なんかそれこそパチンコについては禁止したねっていう話なんかもまああって、まあ韓国では産業としては成り立ってないっていうこともあるので、まあ日本でもですね、このパチンコパチソ産業についてはまあぜひとも日本全国1店舗か2店舗にしてねというふうに私は思っております。そしてそのようなパチンコ業界からですね、非常に多くの献金が政治家に流れていて、ぜひともうちの、業界に対してまあ便宜を図ってくださいっていう形でお金を流してるんですよね。もうこんなところね、もうザクザクっと切り込んでいくべきだと思うんですよ。というのも日本人の多くの人たちからお金を吸い上げているわけなので、でこのパチンコパチスロでギャンブル依存症になりましたよっていう人たちっていうのは、結局競馬競輪協定よりもはるかに大きいんですよね、その被害としては。一番大きな被害を生み出しているところをまず抑えるっていうのがやはり対策としては重要だと思いますね。青森大好き、素晴らしい青森県の文化さん、ちょっと洗濯で干してたのを思い出しました、ちょっと見ていきますっていうことなんですけど、まあ青森県は今天気の情報は分かんないですけど、まあもしも
雨の降っている地域にお住まいの方は今のうちに洗濯物の取り込みをお願いいたしますというところですよね。よいしょ。よいしょ。そうなんですよね。献金自体は別に違法ではないんですよ。ただし、献金されることによって便宜を図られちゃね、困ったものでございます。パチンコ、韓国は禁止のはずなんですね。私はまあ条文そのものを読んだわけではないので、禁止されてますよって話は聞いてるんですけれども。よいしょ。まあこの話にはまあそれこそ歴史的な話があって、まあもともとこういったパチンコパチスロ産業をやってる人たちがどのような形で土地を手に入れたかのかっていうところまで遡って、なんか歴史を紐解いていくと、まあちょっとな、こんなものっていうか、こんな業界が日本でのさばってるの、これはもうやっぱり正すべき話なんじゃないかなというふうに私は思っております。ポジットな、よいしょ、ポジットというわけで、パチンコアドバイザー議員たち、これらの人たちは私は非常に、まあ日本のためになってない活動をしているというふうに思ってます。まあ民団の方も同じ話ですよね。よいしょ。あら？はいはい。48ボトムズさんの書き込みに行きましょう。ご紹介します。今週3日間だけ大阪市で開催されている表現の不自由展、どれだけ反日作品があって、どれだけ強い反日メッセージ作品なのか自分の目で見たいので明日館に行こうかと考え中なんですが、この炎天下の中9時から並ぶ、今日も午前で整理券売り切れた、そうですのは大変そうというのもありますが、入場料1000円が反日勢力の資金源というか、次日本のどこかで開催されるだろう不自由展の開催に協力することになると思うのは考えすぎですかね。反日の真実を見極めるべく不本意ながら見に行ったのですが、朝8時半に行って整理券売り切れでした。朝から警官の数がすごかったです。本当に昭和天皇の肖像を燃やす作品があるのかなど確認したかったのに残念です。見に行った人の感想など聞いてみたいです。というわけで、表現の不自由展についての書き込みでございました。まず第一に、48バトムさんが書かれてますけれども、この不自由展っていうのは、今整理券を朝の9時とかそのぐらいの早い時間帯に配って、その時間で整理券が受け取れなかった人はもう入場できませんよっていう形で入場拒否をされているそうです。なのでフラッと行って入れる状況ではないと。で、私としてはですね、どんな作品が掲載されているのかっていうところで言うと、まあいわば反日活動や反天皇主義っていうのを、思想として持っている人たちが表現の自由を傘に着て、まあ、活動しているっていうふうに評価しています。なので正直言って、まあ、興味があって見に行くっていうのも正直やめた方がいいんじゃないかなと。で、48ボトムスさんが書かれていますけれども、入場料を払うことによって、この入場料収入をもとにしてさらに活動が継続されてしまうっていうこともあるので、まあこういった人たちにお金を渡さないようにするのも一つ、まあ重要なことなんじゃないかなと思いますね。よいしょ。で、まあこの件については、まあツイッターで動画私以前作ったんで見てくださいねっていうこともお知らせをしましたよとよね。まあ残念ながら拡散はされていないんですけれども、まあ、気になる方はぜひとも、まあ今からでもじっくりと見ていただければなと思っております。で、この件に関してはもう以前、2019年10月10日にですね、どんなものが展示されているかっていうのを動画にしております。まあこちら YouTube の方なので、いいよ、ポチッと、今日の課題、表現の不自由点、日本に対するヘイトは表現の自由なのかということで、まあその当時から私の意見はまあ変わってはいません。反日活動や反天皇活動っていうのを行うときにですね、その部分を隠して
これはあくまでも芸術作品の展示会ですよ、ぜひ皆さんに見てくださいっていうふうにやるのは私はちょっと卑怯だなと思ってます。まあ、自分たちが何を言いたいのかっていう部分を隠してですね、表現の自由を守れって言われると、いや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 、ちょっと待ってよ、何を言いたいのかっていうのを最初に言わないで人に来てくださいっていうのを、まあ、ものすごい不公平な話だなと思っております。で、どんなものが流れるかっていうのについてはですね、この動画の中で一応、取り扱いを行っております。問題の映像作品をこの後流しますということで、の一部をご紹介しましょう。まず映像作品の中において現在でもあまり変わっているという話はありません。以前展示されていたものが現在でも同じように、掲載されていると。そして現在の大阪で行われているこの表現の不自由展においては、会場内において撮影はしないでくださいねっていうことが徹底されていると言われています。まあ私自身会場に行ったわけではないので、そういうふうになってるらしいっていうふうにしかちょっと聞いてはおりませんが、でこの映像についての解説を行いますと、現在この、映像においては、現在の天皇陛下ではありませんが、まあ上皇陛下の、まあ若き日のじゃないわ、これ昭和天皇だったな、昭和天皇の、写真をですね、焼いてますよっていうところからスタートします。でこのところからもうすでに、あ、これはもう最初から反天皇派の活動なんだなっていうのがもう丸分かりなところなんですけど、まあこれをもってして表現の自由だから何やってもいいだろうって言われると、まあ確かに違法行為かって言われると違法行為じゃないんだけど、これをみんなに見せて回ろうっていうその神経何なのっていうところですよね。私は少なくとも全く賛成はできません。でこの後、まあ燃えるところをずっと流した上で、そして会場に置かれているこちら、まあ少女像、こちらの方も展示されていて、問題なのはこの展示物の横にある、まあ、説明ですよね。この説明っていうのがまさに朝日新聞がデマ、フェイクニュースを駆使して、まあ、様々な話で捏造したわけなんですけど、その捏造に基づいて立脚される話っていうのを書いてあるわけです。日本はこんなひどいことをしてっていう話ですよね。もうこれなんかもまさに政治的な活動で、どこが表現の自由なとかそういう話をしてるんやっていうところですよね。で映像の作品としてはちょっと右の方に直がなくなっておりますが、まあその後ちょっとよく意味のわからない映像なんかを挟みつつ、こちらはですね、この展示物、今回もあるかどうかはわからないんですけれども、日本の日の丸が上にちょこっとありまして、その下にアメリカの国旗、そして、様々な政治的な主張の新聞記事みたいなものを中にババババババッと貼り付けたものなんかも展示されております。よいしょ。そして繰り返し燃やされる、写真、よいしょ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 。でこの灰になったものをですね、まあ、踏みつけるっていうシーンなんかもあります。まあこれはまさに自分たちの政治主張っていうのを体で表現したわけですよね。自分の言葉とか文章とかにはせず、行動として天皇陛下の写真を燃やして踏みつけてっていうことをしてる、まあこれを見れば何を言いたいのかなっていうのはもう、まあ、非常によくわかると思います。なので私としては表現の不自由点っていうのは、反政府活動というよりは反天皇であるとか反日本全体ですよね。いわゆる日本政府とかその時の政権の話ではないですけれど、もう完全に日本全体に対するいわゆるアンチ活動、まあそういったものだと思います。よし、ポチポチポチ。で現在も流れているかはわからないんですけど、東日本大震災のことについて、まあものすごく不適切な発言を繰り返してんじゃないかなっていう動画なんかも、愛知県で行われたトリエナーレの時は掲載されておりました。よいしょ。まあこの辺りの文言なんかを見るとですね、本当に、まあとりあえず日本をディスって嬉しがってる人たちっていうふうに思うんですけどね、まあ特に読み上げはしないんですけど、本当に、まあ、気分の悪くなる展示だと私は思います。もうこんなものを見に行くんだったら、まあ普通に行われている二科展とかそういったものを見に行けばいいのにとか私は思ってしまいます。よいし
というわけなので、まあ書き込みがあったのでお答えしますが、基本的には表現の不自由点に行くことは私はお勧めはしません。まあ、ましてやお金を払ってみるようなものでは私はないと思っています。で、私の動画を紹介しましたが、インターネット上、それこそ YouTube で検索をかければ、おそらく隠し撮りをした人がまた新たに出てきて投稿するんじゃないかなと思うので、まあそんなにねお金をかける必要ないかなと。もちろん盗撮行為っていうのは別に褒められたわけではないんですけれども、まあそれこそ、今回の話で言うと国民の知る権利情報とか、なんかそういったものを盾にして盗撮する人が現れてもおかしくないかなとか、ちょっと思ってしまいますよね。まあ何にしてもこの話っていうのは全く気分の悪くなる話でございます。よいしょ。ボート187さん、画像のいいねを一生懸命押した自分そんなことあるんですか。ハズレバケン王さん、ガナハさん、デキン食らいました。デキン食らったんですか。あのちらっとツイッター見たときはもう整理券のもう配ってるのが終わってたっていうような話かなと思いましたけれども、デキンですか。それはちょっと厳しいですね。白八木さん、日本人全体をディスってる。私もそう思います。はい。例えばですね、時の政権のやってることに問題があるよっていう形で政権批判するのは私は全然ありだと思うんですよ。例えば今菅政権の行っている感染症対策でこの部分おかしいですよって話をするのは私は正当な批判だと思うんですよ。ただしですね、これがね、全く時の政権がどうかとかじゃなくて、日本人全体であるとか、日本国家であるとか、日本文明そのものとか、そういったものに対するアンチ活動っていうのは、明らかになんか常軌を逸してるなって私は思いますからね。よいしょ。下流サイサイさん、気分が悪くなる人が一人でもいれば工場両属に反する。さすがに一人だけだと厳しいと思いますけど、一人じゃないところが問題だと思いますからね。多くの人たちがまあ非常に不愉快な気持ちになることは間違いないし、この会場内の警備にものすごい数の警察の方が出られていて、そしてそのことをですね、まあ税金をものすごい消費しているわけですよ。とてもじゃないけど正常な施設運営にはまあ異常をきたしている状態なので、施設関係者がこんな状態だとこの展示会っていうのをまともにできないから、まあちょっと受け付けることはできませんよ、ちょっとこれは一回は申請を受け付けたかもしれませんができませんよっていうふうに判断したのは私はおかしくないと思いますね。で、これに関してむしろ大阪の地裁や最高裁が、いやいやそんなことを施設関係者が言ってるかもしれないけど警察が守れば大丈夫でしょうみたいな形で、この安全性に関する話をものすごく軽視してるなって私は思いますね。だから表現の自由か不自由かとかいう話じゃなくて、明らかに警備上問題が発生して、この公共施設が公共施設としての機能を果たせなくなる、そしてその施設利用者の人たちが安心安全な状態ではないっていうね、これはねもうちょっと裁判所は重要に思ってほしいところですよね。で、この問題に対しては、あの施設っていうのはまあ公共のものなので、愛知県で行われた時っていうのはそれこそ愛知県知事がまあむしろ協賛している側の方に立ってしまったので、まあもうものすごく批判されたわけですけど、今回の件に関してはですね、大阪の維新のまあ吉村知事は基本的には反対の姿勢を表明したんですけれども、結局のところ止められてないよっていうことで批判を受けております。結局裁判所の方が使わせるのことに何の問題もないわっていう判決を出してしまったので、まあ従わざるを得ないっていうところですよね。でもまあ吉村知事としてはこの愛知県で行われた時には猛烈に批判していたんだから、なんで自分のお膝元でやってるのを止められないんだっていうふうにして、まあ反対派の人たちからも責められると。で、不自由展を開催しようっていう側にしてみたら、大阪府知事が反対っていう表明をしたので、この表現の自由を犯す、いわゆる憲法に対する立てつく気かっていう形でまあ批判されるという形で、まあどっちから見ても批判されるという形で、まあ結構厳しい状態になってますよね。
パープルパープルさん、裁判所も乗っ取られているのかっていうことなんですけど、まあ、ささやに乗っ取られているわけではないとは思うんですけれど、結局裁判でどこを争点にするかなんですよね。展示物の内容云々については裁判所は別に判断はしないわけです。問題なのは、この施設利用者として、こんなものをやるんだけど、それを施設側が拒否できるかっていうところがだけがまあ論点になっているので、まあ裁判としてはそこを論点にしてしまうと残念ながら、申し込み側の方が強かったっていうことですよね。まあ本当ね、こんなことを公共施設でやる、なんかね、民主主義の、まあこの民主主義の弱いところを疲れてるなっていうふうにして私は思っていて、民主主義っていうのはいろんなところでいい面もあるんですけど、悪い面あるんですよ。特に日本の場合だと、性善説に立ってこの様々な法律っていうのが成り立っていて、この隙間を狙ってくる人たちが少ないうちはまだなんとか社会全体としても成り立っているんですけど、この制度の隙間を狙ってくる人たち、悪用してくる人たちっていうのが増えれば増えるほど、もちろんこの反日活動している人たちにとっては都合のいい世界になってきてしまっているんですね。まあだから本当に今民主主義っていうのがもうものすごく危険な状態にあるなって思いますよね。まあちょっと話は大きくなりすぎましたけれども、このね、性善説に立った制度設計っていうのが本当に今は破綻してきてるなっていうふうに思っていて、いろんなところでもうこういった活動っていうのにある程度制限をかける仕組みをいろんなところで作っていかないといけないんじゃないかなと思いますよね。まあ、公共施設だからといって、ある程度ね、どんな内容かっていうかな、その中身について踏み込めないかもしれないですけど、拒否権をね、ちゃんと持たせてあげないと、とは思いますよね。よいしょ。まあ、といったわけで、48ボトムスさんの話、書き込みから、不自由点についてのコメントでございました。不自由点について一言言うのであれば、基本的には、反日活動、そして、反天皇主義っていうのを掲げた人たちによる政治活動を、表現の自由っていうものを盾にして行っているだけのものです。いわば政治活動っていうと、その反対する人たちがいるので、あくまでもこれは美術品ですよ、芸術品ですよ、芸術活動なんだから、それを抑え込むのは間違ってるでしょうっていうことを、いわば言い訳にして彼らの政治宣伝工作っていうのが行われているというふうに思った方が良いです。なので入場料1000円も払うのも私はもったいないなぁと思っております。で次はどこの県でやるのかなっていうことなんですけど、多分まあ開催できるんだったらどこでもやるとは思うんですけれど、基本的にはなるべく大きい、都市でやるとは思うので、まあ関東を狙ってるんだろうなとは思うんですけどね。よいしょ。というわけで次行きましょうかね。ポチッとな、熊田門さんの書き込みをご紹介いたします。あら、ちょっと待ってね。中国の地方政府が公務員に対して去年のボーナスを全額返金せよと、すぐ払えなければボーナス返済ローンを組めと言ってますが、今中国の経済状況はどうなんでしょうか。中国の公務員は年収の半分以上がボーナスで支払われていると聞いてますが。というわけで、熊田門坂、中国の経済状態どうなってるのというお話でございました。よいしょ、書き込みありがとうございます。まず最初に私は中国の公務員がどのような給料の受け取り方をしているかということについてはちょっと知らないので、その点について、私知ってるよ、なんだったら私の友達にとか、私の知り合いの知り合いに、中国の公務員がいて、その実態知ってるよという方がおられたら、まあぜひとも書き込みをお願いいたします。まあ昔日本の政治家でも、私の友達の友達にアルカイダの友人がいるとかいう、まあ政治家なんかもいたりもしたので、まあもしかしたら、今この動画を見ている方の中にも、私の友達の友達が中国共産党の幹部ですみたいな人がいるかもしれません。はい。まあそれはそれとしてですね、まず、
中国の経済状態についての話なんですけれども、こちら日経新聞の記事で、ご紹介しますけれども、この中国の様々出している統計っていうのは基本的には、上下のブレっていう意味ではめちゃくちゃ振れ幅が大きいので、あくまでも全体の傾向をつかむぐらいにした方が良いと言われています。で、それはなぜかっていうと、中国共産党っていうのは結局のところ、その地方行政の中でおいて、なるべく自分たち問題ないですよっていう数字に少しずつ少しずつ細かに、捏造したもの、手を入れたものっていうのを上に上に上げる習性があると言われていて、で、一つ一つの段階ではそれほど大きな問題ではなかったかもしれないですけど、それが集合体になった時には捏造のオンパレードで作られた統計になってしまうので、その実態との離れ具合がもうとんでもないことになるっていうふうに言われております。なので、あくまでも傾向として受け止めてください。さて、というわけで、中国財政省が出した、地方の財政赤字は右肩上がりですよということが日経新聞で報じられております。で、何億元ですよっていうところがまあ単位になっているわけなんですけれども、2010年がこの2000億元というところからスタートして、現在では2000からさらに上がって、これは1万億元ですかね。2020年段階で1万億元なんて言えばいいんだろう、なんか桁がおかしくなったら頭の中で、まあ何しても5倍以上になってますよっていうふうに出ております。で、このようにですね、普通に公表されているデータで、まあ5倍になっているということは、まあ単純に考えて実際のところ実態としては5倍以上なのっていうところは、まあなんとなく想像がつくと。で、傾向としてこれが減っていない以上は隠しきれないぐらいに、財政赤字が膨らんでいるっていうふうに見ることができます。で、地方の財政局としては、それぞれ、自分たちのところお金がない、困ったっていうところから、先ほど書き込みにあったような話として、公務員に払っているお金っていうのを少しボーナス返せようっていうところは、結局のところ回ってっていうお金が回らなくなった、首が回らなくなった、なんとしても動くお金が欲しいぞっていうところから、公務員に払っているお金っていうのを戻せよっていう話になったんだと思われます。で、こういったことが起こっている背景として、まあ地方の財政赤字っていうのがひどくなっているのは間違いないでしょう。何しろ逆に考えれば、ものすごくお金が潤ってるんだったら、こんな話には絶対ならないわけですからね。で、その一環として、日経新聞では、中国では固定資産税を取るっていう、試みというのが始まっていますよということが伝えられております。で、中国の土地っていうのは基本的に中国共産党が全部持っていて、その上の使用権っていうのを、中国の国民がやり取りしているわけなんですけれども、この使用権に対するお金徴収っていうのも今後は始めていこうと。まあ固定資産税といっても彼らの持ち物ではないんですけどね、住んでいる人たちの持ち物ではないんだけど、そこに住んでいるんだからお前たち税金払えよっていう、なかなか今後はこれからお金取っていきますよっていう話をしているので、まあよほどやっぱりこのお金の流れには厳しくなっているっていうのが読み取れる話だと思いますね。よいしょ。で、この背景にあるのが、まあ大都市で不動産価格が高騰していますよっていうところからですね、まあお金の巡りがちょっと厳しくなっているというところですね。この不動産価格の高騰っていうのは問題なのは、このバブルが弾けた時なんですよね。右肩上がりで不動産価格が上昇している時っていうのは、それこそみんながお金を借金してでも次の不動産を買おう、そしてそれが値上がりをしたら転売しようっていう形で、まあ借金することに関してどんどん鈍感になっていっちゃうんですよね。で、これがですね、右肩上がりの間は別に問題ないんですよ、みんな。お金をいっぱい借りるんだけど、値上がりしたんだから、さらに高い値段で売れば儲かったっていう形で、借りた額以上のお金が手元に残るので誰も困らないと。ところが、不動産価格の上昇っていうのは、いつか必ず、まあ、破裂する時がやってくるので、破裂した時にこれが連鎖倒産を生み出すんですよね。
もう個人の人たちにしてみれば、これ高くなるつもりで買ったのにって思ったら、不動産が、まあ 50% 下がりましたよってなったら、もうこれ支払い全然日々できなくなってしまうってなったら、返せないお金が多額になった上に不動産っていうのを売りに出すっていう現象が、ものすごい勢いで一気に加速すると。そういった時っていうのは基本的に買い手っていうのがまあ誰もいなくなるような状況なので、銀行の方も貸し付けたお金っていうのがどんどん回収できなくなるので、こちらが個人の破裂から今度は銀行業界への大きな荒波としてなって、それが銀行がまあ貸し出したお金がものすごい焦げ付くようになったら、今度は企業に対するお金の貸し出しなんかも渋くなるし、なんだったら貸し剥がしなんかもするしで、金融業界っていうのがものすごい硬直化する。すると経済全体のお金巡りが悪くなって、さあ中国経済やばいぞっていうことになるという話ですね。まあといったわけでですね、この地方の財政赤字が大きくなってますよっていう話と、中国で価格高騰、土地バブルが起こってますよ。でもそれがどうも怪しい気配になってますよ。そしてそれにちょっと手を加えようとしている中国政府、固定資産税を取ることによって、この不動産価格の、まあ、ある程度抑制をしようとする政策っていうのが、もう失敗したらありとあらゆる面でマイナス、負の連鎖っていうのが始まってきますよという話でございました。まあ、ただしこれがいつ起こるのか、不動産価格が崩壊するっていうのはいつか起こるだろうと言われていますが、じゃあ何月何日にっていう話になると、これはもう誰にもわからないと思います、このあたりはですね、どんな専門家でもいつとは言えないと思いますね。まあいずれ起こるだろうということは言えたとしてもですね、まあこのあたりは、中国の財政赤字が増える、そしてそのことが結局のところ今までの経済の発展に対して逆回転を起こすきっかけとして、まあ大きなターニングポイントになるでしょう。ポチッとな。というわけで、中国の財政状況じゃない、経済状況について、経済状況っていう意味で言うと、まだ崩壊はしてないですよ。今はしてないですよ。その点は気をつけください。ただし、地方の財政としては厳しくなってるっていうことが、公務員に対するボーナスの戻せやっていう話へとつながっているというわけでございます。よいしょ。まあ、あれだけの国なので問題がない方がおかしいということですね。熊谷弘明さんの革命をご紹介しましょう。本当に国民に寄り添う政治家を選挙で選出するにはどうしたらいいのでしょうかね。既成政党を見ているとどれも自分ファーストにしか見えないのですが、これは私だけでしょうか。熊谷さんの書き込みありがとうございました。さて、既成政党を見ているとどれも自分ファーストにしか見えないですがっていうお声なんですけれども、安心してください。国民のおよそ4割から5割程度の人たちは全く同じ思いを持っているはずです。なぜそのように私が言うかというと、現在日本の政党支持率表みたいなのを出したときに、必ずですね、特定政党の支持は全くありませんよ。いわゆる不動層の人たちっていうのがまさに人口の4割から5割近くに達しようとしております。まあ、このことは選挙についても全く同じで、選挙の投票率っていうのが今は、まあ、5割、4割とか、まあ、高くて6割とか、まあ、そんな感じでですね、決してみんなが選挙に行ってる状況ではないわけです。多くの人たちは、もう今の政党、与党だろうと野党だろうと全然ダメじゃないって思っていて、つまりどこにも入れることができない人たちっていうのが実際いるわけですよね。私自身もこの選挙があるたびにいつも思います。別にこの人に入れたいわけじゃないけれど、あの人よりはマシだろうとかね、あの党に入れるよりはまあこの党だろうみたいな形で、必ずのようにですね、どっちがよりマシなのかっていう評価しかできないんですよ。よし、この党に任せたとかですね、よし、この人にぜひとも頑張ってくださいみたいな形で票を入れることがほぼできないんですよね。で、こういう思いをしている人たちっていうのは、まあ、私だけではないし、熊谷さんだけでもなくてですね、この無党派層の人たちが多いっていうことから、私十分にいろんな人が思っていることだと思います。まあ、それこそ選挙になった時には、
絶望選挙区っていうみたいなものがあって、例えばですね、自民党と公明党が例えば話し合って、ここの選挙区では公明党の人出しましょうか、じゃあまあ一人しか受からないんでもう自民党の方出せませんねってなった時に、まあ公明党、共産党、まあそれに無所属、新人、なんだったら宗教勢力からあともう一人みたいな形で、まあ宗教勢力って言うと公明党もそうなんですけども、まあそういった形でですね、これ一体どこに入れればいいのっていう、もう入れたくてももうなんていうかな、もう本当に入れ先ないんですけどっていう、まあそういった選挙区も日本全国たくさんありますからね。よいしょ。というわけなので、熊谷さんの心配というか、思いを持っている人たちはたくさんいると思います。で、じゃあ、国民に寄り添う政治家を選挙で選出するにはどうしたらいいでしょうかねという話なんですけれども、これはですね、結局のところ一人一人できることは全く違うんですけれども、私としては、なべくないものは自分で作る的な精神を持っていただいて、まあ、積極的に、政治的な発言をする活動に、まあ、なんていうかな、応援するとか参加するとかしていただければなと思っております。まあ、例えばですね、まあ、私の場合だと結局、投票先がないっていう話を今しましたけれど、まあそういった意味では、自分自身もなるべくだったらそういった政治家っていう道が、目指せるんだったら目指そうっていう話をしています。で、これはなんでかっていうと、自分自身が結局のところ投票が先がないんだったら、結局自分自身が、その、投票先というか、まあ私に投票してください的な、まあそういった考えを持ってるんですよね。まあ、例えば憲法を改正すべきだっていう話をしてもですね、自民党の中でも憲法改正の話があったはずなのに全く何もやらんじゃんっていうところとかね、まあ不満はあるし、まあそれに日本雨の中の熊さん幸福実現党があるじゃないかまあ確かにそういう方もおられますけど、私はそちらの方は支持はしておりません。はい。まあインターネットだと幸福実現党のまあ支持者の人たちたくさんいるので、まあ私が支持者じゃないって言うと私は刺されるかもしれませんけれども、まあ私自身動画の中で自民党に問題がある、公明党に問題がある、立憲民主党に問題があるって、まあほとんどの政党に対して文句ばっかり言ってる状態なので、まあまあ幸福実現党だけ、何かまあ有利な話をすることはないでしょう。うん、よいしょ。で、自分自身としては結局のところ今の現状に満足できないから私自身はこういった政治的な発言をしているんですよね。もしもこの人にもぜひともっていうような方がいて、もうこの人にも未来を託してっていうような方がおられるんであれば、私自身はこういった政治的な発言っていうのはあんまりしなかったと思います。まあそれこそそういった人を応援するよっていう形のまあ活動をしてたと思うんですよね。で、現在のところそのような人がいないから、結局のところまあ自分自身そういった政治的な発言をしてまあ目指していこうねっていう話をしてるんですよね。よいしょ。ポチポチね。本当だったらね、私も別に政治家の話なんかしたくないんですよ。だってそういった道を目指すと必ずのように茨の道が待ってるのは間違いないですからね。まあ私自身もいわゆる普通の人とか、もしくは誰からから認められるような人ではないんですよね。まあそれこそ学歴があるわけでもなく、何か社会的に、こんな資格がありますよっていう話もできるわけでもなく、なんかこんな会社に勤めていましたよみたいな話もできないですしね。例えば学歴で言うとですね、インターネット上においてもこの学歴っていうのは一つの箔になるんですよね。私はスタンフォード大学ですよとか、まあ東大でもいいでしょう。まあ日本の中でしか通用しない学歴ではあるんですけれども、まあアメリカの方の大学でとかいう話とかもできないですし、まあ資格的に言うと、それこそどこかの党が、公募する形で選挙に出たい人を集めるときにも、例えば弁護士資格がありますかとか、まあそういった国家資格を何かしら持っていくことっていうのは一つ大きな利点になりますよね。例えば医師の資格なんかもそれに当たるでしょう。
まあその他会社の社歴で言えば、例えば私は Google でどんなプロジェクトをしていましたよとか、まあマッキンゼーとかね、まあゴールドマンサックス、まあ様々な会社の名前とかもあるでしょう。まあそういったものもないですかね。まあそういった意味では私っていうのは、いわゆるこれがあるから有利で私は政治家を目指すんですみたいな話はまあほとんどできないですね。だからこの動画を見ている人たちよりもおそらく学歴は低いことはまあものすごくあるでしょうし、まあ会社の勤めているそういった社歴なんかも見ても、いや私よりも全然ひどいもんだなっていうふうに言われることもあるでしょう。まあそういった意味では本当に一般的な市民です。ただ一般的な市民ですらものすごく今の状況っていうのは危険だなと思ってます。まあ特にまあ韓国の話もそうですし、中国の話にしてもそうです。日本自身がそうやって海外勢力からの浸透を受けているということもあるし、日本自身も非常につまずいている、しかも日本人自身の足の引っ張り合いでとか、まあそういったこともありますからね。まあそういった意味で、まあ私みたいなどこにでもいて、まあそこら辺もまあもう街のどこにいても大して、目立つような人間でない人物も危険ない思うぐらいな今の日本っていうのをやっぱり危機感を持っているというふうに思いますね。まあちょっと話はちょっと変わってしまいましたが、関西ファンシーさん、学歴なくても山本太郎みたいな面白さがあれば、まあ面白い、あれあの人は面白さかどうかちょっとわからないですけど、まあああいった具合にして信者を獲得するっていう方法は確かに政治手法としてはまあ、うん、まあそういった形もあるでしょう。はい。トモさん、オリンピックの時の知事という写真が欲しいだけだから、終わったら都民ファーストがまとわりついてきても煩わしいだけ。まあ小池さんの場合だといろいろな政治的な立ち回りっていうのがありますよね。あの人にはあの人なりの戦略があるんだなっていうのは私も感じますよね。雨の中の熊さん、学歴詐称で消えた民主党議員だな、今消息不明らしいけど、消息不明ってのはなかなか怖いことですよね。XT さん、危機感を広める活動は重要ですよ。私もそう思います。結局のところですね、自分だけが危機感を持っていて、みんな危ないよと言ったとしてもですね、多分それが、例えば街頭演説的なことをしても誰も聞かないと思います。今、インターネットっていうツールを使っているのは、そういった意味では、ある程度、なんとなく危機感を持っている人たちっていうのが、まあ、取り上げてくれて、そういった人たちが見てくれることによって、それこそ YouTube が仕組み上、あなたもこういうのに興味あるんじゃないって言って、全くこれまで興味なかった人たちに向けてもある程度添い込めるような仕組みっていうのに、まあ乗っかってると思うんですよね。まあそういった意味では YouTube っていうのは、私はなべく最大活用したいところでございます。よいしょ。まあちょっとお話はそれましたけれども、なるべくですね、この危機感を持っている人たちっていうのは、なるべくそうやって周りの人にも向けて同じように危機感を持っている、そういった人たちを、まあ集めるというか、いろんな危機感を持ってない人に危機感を持ってもらうように。危機感を持っているんだったら、そういった人たちがある程度集まるような、まあそういったインターネット上の活動っていうのに、まあ手を貸してもらうっていうのがいいんじゃないかなと思っております。よいしょ。まあ日本では今本当に不動層、不動票が多くなっている状況なのでね、もう本当だったらそういった人たちの希望を叶えるような政党っていうのが本当に必要だと思っております。さて、足立の、足立健志さん、のりさん、ちょっと読み方はわかりませんが、足立さんの書き込みをご紹介しましょう。じっとな。こんにちは。よろしくお願いします。二階堂俊博議員が、しかも幹事長の職責にありながら、韓国のフミ大統領を称賛していますが、日本国民の同意があると二階堂氏は本当に思っているのでしょうか。私には到底理解ができません。いくら外交事例と言っても、もっと他に言い方があると思います。というわけで、まあ、ムン・ジェイン大統領をまあ招聘することに対して、日本国民が同意しますよみたいな話をされると、それは私は間違ってると思います。でいくら外交上の儀礼的な発言として言うにしたって、私も全く何言ってんだとしか言いようがないですよね。
この自民党の中における親官派の人たちの活動っていうのもものすごい露骨なんですよね。でインターネット上それこそ SNS 等で見ると、まあ確かに賛成派の人たちもまあわずかながらもいますよ。もうムンジェイン大統領呼べばいいじゃないか、なんで日韓関係こんなギクシャクさせるんだっていうふうに突っ込む方おられるんですけど、別に日本の方から何か悪さをしているわけじゃなくて、韓国の方が話をおかしなことにしてるから日本がそれを受けてるだけなんで、まあそのあたりのことを全然なんか考慮せずに、なんか日本側の方が意地悪してるみたいな批判っていうのは私は全く間違ってると思いますね。でそういった意味では、まあ、こういった人たちのこの言動を理解することっていうのは基本的にはできないと思います。あくまでもこの人たちはこの韓国との関係を強化しようっていう前提があるんで、その前提をもとにしてこの国民の同意があるよっていう話をいわば、まあ、捏造しているというのはちょっと言い過ぎかもしれないですし、まあ、実際にそう思っている人が身近にいるのかもしれないですが、あくまでもそれは韓国側とくっつきたい人たちの中だけの話だと私は思っております。なので永遠に私には理解できないし、あくまでもこういった人たちは自分たちの狙いがあってこういう発言をしているんだというふうに、まあ、考えております。よいしょ。ともかすさんのコメントをご紹介しましょう。いやー、暑いですね。本当に。暑いですね。こんなに暑いと涼を求めるのは致し方あるまいで、なのでポテロング片手に幽霊について質問いたします。子供の頃毎年この時期になると UFO 番組や心霊特番、徳川埋蔵金や世界びっくり人間など心躍る番組が目白押しでした。世界びっくり人間は本当に暑かった。当時は UFO もお化けも埋蔵金もあるわけないと冷めた子供だったと記憶しておりますが、夜中のトイレとシャンプーの時だけはドラえもん的な歌を歌っていた記憶があります。昨今米政府が UAP について発言し脅かされたものです。ということは子供の頃ナンセンスだとバカにしてた幽霊もワンチャンあるんじゃねえと思いまして筆を取った次第です。丹波哲郎、岐阜愛子、青井純一、糸井重里、大勇者たちに栄光あれ。PS お盆のお墓参りに行かねば。はい、というわけで夏が来ましたので、まあお盆に行く、お盆のお墓参りに行きましょうっていうお話でございました。まあ本当にですね、この幽霊関係であるとか UFO 関連、まあある意味ですね、アメリカ政府が公式発表したどんなものかちゃんと確認できない飛行物体がいろいろあるよっていうことをアメリカ政府が認めてその報告書を提出しました。まあただしですね、これまあ気をつけなければならないのは UFO っていうか UFO の話なんですけれども、幽霊の話とはやっぱりリンクするのは難しいのかなと、うん、まあ幽霊の方の話なんですけれど、まあそれこそ人間っていうのは、まあ電気的信号を受け取る形で、情報っていうのを処理している関係で、まあ地磁気の乱れなんかにも非常に敏感に反応する体質の方がいるとかね、まあそういったこともあるので、本人には、そこにないものが見えるっていうことが起こったとしても、第三者から見るといやな、そこには何もないですよっていう、いわばちょっとおかしなことはまあ起こり得るでしょうというふうに私も思います。ただ幽霊がいるのかなっていう話をされると、ちょっとなあ、あんまり私はいますよとは思いませんね。むしろいないといった方に賛成しますよね。よいしょ。まあそのうちそのうちって言うと変か。まあ幽霊については私はワンチャンないと思ってる方ですね。まあ逆に、UFO の方はワンチャンあると思ってる方でございます。まあただしこの宇宙があまりにも広いので、どこかに他の知的生命体がいるだろうということは思うんですけれど、同時に宇宙があまりにも広いために果たして地球に来てるのかって言われると、なかなか来るの大変だよなというふうには思ってしまいます。よいしょ。で、16時44分残り16分となってきております。ある程度絞らないといけない時間帯になってまいりましたね。
よいしょ、サクッと答えられるもの、サムタイムさん、ごきげんよう神川ちゃまということで、ごきげんようサムタイムちゃまというわけで、一つ紹介いたしました。ポチッと。あとは何話しようかな。ポスポスポス。今回で、まあ、ある程度話が被ってる方っていうのも結構いて、例えば、韓国の話題で横断幕の話になるとか、ムンジェイン大統領の来るか来ないか問題とか、まあ、このあたりについては、他の方が書き込みされて、それに対する答えでもある程度お答えできてるんじゃないかなと思います。あと、オリンピックに関しては、私は、ワクチン接種がある程度進んでるっていうこともあるので、まあ、特にこのワクチン接種を受けた人たちを対象にするんだったら、もうガンガン観客入れていいじゃないかっていう方を、今回お話ししました。これ全然今回は触れられてないですね。中国の話でちょっと違う話題もあるので、こちらご紹介しましょう。夏、散歩で体力をつけましょう。一、中国から日本に対して核を使うという情報があります。さて、どんな対応があるのでしょうか。2、先日麻生大臣の勇気づけの言葉が出ましたが、その通りの予算が年末の予算で盛られるのでしょうか。単なるリップでしょうか。ということで、まず簡単にお答えできるところ、2番の方から先に行きましょうかね。まず予算を獲得できるかっていうところで言うと、増額はするだろうとは言われています。これは現在の防衛大臣である、岸さんがですね、まあ非常に積極的に台湾問題について取り上げていて、日本を守るためには、そして台湾との関係を考えた時にも、この防衛予算というのは必要だっていうお話はされています。例えば今の自衛隊っていうのは、それこそ非常に予算不足に陥っていて、その現場に非常に苦労を強いていると。例えば、ある程度のトイレットペーパーを用意するんだけど、そのトイレットペーパーの量があまりにも足りないんで、自衛隊員の方が、まあ、自腹を切ってトイレットペーパーを用意しなければならないっていう話なんかは非常に なんちゅうことだとか思うわけなんですけど、まあそのぐらいもう本当に小さなところにもお金が回ってないような状況なので、ありとあらゆるところでもっと予算があればなーっていう状況になってるんですよね。まあそういった意味では麻生大臣が、まあつい先日、台湾問題に触れて、もうこの先ものすごい有事が発生するかもしれない、そのことに関して日本も関与する可能性があるよっていう話をしたので、まあそのためにだったらこの防衛予算を伸ばさないと、まあとてもじゃないけれども足元ぐらついてますよっていうのを直せないんですよね。さあ、これがいわゆるこの外交問題、安全保障に関心の高い人たちに対する、私は意識が高くて、日本政府としても取り組もうと思ってますよアピールだけで、いわゆるリップサービスだけだったとしたら非常に悲しいことですよね。今のところは予算がどうなるかっていうのは結果をちょっと見てみないとわからないんですけれども、少なくとも今までの動きとしては増額の方向に振るという話だけは伝わってきてますよね。まあ報道ベースですけれども、本当にね、増やしてほしいところでございます。むしろ増やさないといけないんですよね。もう本当にありとあらゆるところでこの自衛隊っていうのはいろんな仕事が増えてるんですよね。まあこの前熱海の土石流災害なんかもあって、この日本国内における災害対応っていうのもあったりして、これなんかも昔よりもはるかに出動回数も多くなってるし、自衛隊に頼る部分多いですよね。安全保障っていう面においても、中国がこの尖閣諸島を取りに来てるっていうことに対して、まあ今までは旧ソ連っていうのを念頭にして、ある程度北の守りっていうのも固めなければいけない、そこから今は中国っていうものを念頭に置いて防衛力をどこに割くか、海にしっかりと、空にしっかりと、そして、北よりも南に戦力の、まあ、集中を向ける、まあ、そのために装備もどんどんと改革していかなければならない、お金がないとねっていうことは本当にありますからね。なので本当に麻生大臣の発言というのを受けて、政府としてもしっかりと予算付けをしてほしいというところでございます。というところがまず、質問じゃないな、2番の書き込みについてですけれども、さて1番、
中国から日本に対して核を使うという情報があります。さてどんな対応があるのでしょうかというこちらのご質問いきましょう。まずはこのことを理解するためには記事をご紹介しないといけません。こちらですね、中国で日本に対して核攻撃をガンガンしちゃうぞっていう話が、まあ、流れたんですけれど、まあ、どこの記事を使うかともちょっと悩んだんですけれども、日本の報道機関でもありましたし、韓国の報道機関でもありましたしっていうところなんですが、まあ一応ニューズウィークのも記事が一番長いって言うと変かな。まあある程度深掘りしてるわけでもないけど、まあ全体をつかむのにはいいかなと思います。それではちょっとご紹介しましょう。どんな内容の動画が、拡散されたのか。中国軍事評論家、日本を核の先制不使用の例外にせよと主張、一旦削除された動画が再浮上。よいしょ。日本が台湾問題に首を突っ込むなら核攻撃しろという衝撃動画を地方の中国共産党委員会が再公開。中国北西部の共産党委員会が日本を標的とする核攻撃動画をネット上で再公開した。この動画は7月11日に中国の動画投稿サイトスイカ紙品に個人のユーザーがアップし広く拡散したもの。一旦は削除されたが地方当局による再公開でまたもや多数のいいねを集めている。再公開に踏み切ったのは陝西省宝鶏市の共産党委員会だ。中国は核を持たない国には核攻撃を行わないと宣言しているが、日本が台湾問題に首を突っ込んだら例外的に核を使用してもいいとこの動画は主張している。6分間ほどの動画は軍事チャンネル6軍統略が制作したもの。最初の公開から削除までのわずか2日間で200万回以上再生された。6軍統略が掲げるのは日本例外論だ。中国は核攻撃を受けない限り核兵器を使用しない。核の先制不使用政策を維持し、非核保有国には核を使わないと誓っているが、日本はこの原則から外すべきだというのである。麻生発言に猛反発。その理由として6軍統略が挙げるのは日本高官の最近の発言だ。このところ岸信夫防衛省と中山康秀副防衛省は様々な場で中国の軍事的な脅威に警戒感を示し、台湾の安定は日本の安全保障にとって非常に重要だと論じている。さらに麻生太郎副首相兼財務相は7月5日に行った講演で中国軍が台湾に侵攻する台湾有事のシナリオを描いてみせ、その場合日本の存立が脅かされ安全保障関連法の存立危機事態に該当するため自衛隊が米軍と共に台湾海峡に向かう集団的自衛権の行使もあり得ると述べた。中国政府はこの発言に猛反発し日本政府に強く抗議したが、6軍統略は抗議程度では満足しない。日本が台湾との統一を邪魔立てするならただの報復攻撃にとどまらず全面戦争を宣言すべきだというのだ。というわけでまあこういった記事が流れているわけなんですけれども、この一つの動画に対して非常にですね、まあ混乱させるような解説っていうのが今 YouTube 上に流れていて、まあ残念ながらこの在読エンジンさんも書かれていますが、この中国から日本に対して核を使うという情報がありますっていう部分なんですけれども、人によってはですね、これあたかも中国共産党が国策としてこういったものを表明したかのような表現として受け止めている方がおられますけれども、そうではないんですよね。まあこれはですね、ちょっと待ってくださいね。動画としては確かに日本に対して核の先制攻撃をガンガンやって、そして核兵器の攻撃を日本政府が無条件降伏を受け入れるまでしようっていう話をしているわけですが、これはあくまでもインターネット上の一ユーザーの動画なんですね。で、その動画っていうものに関して、中国共産党っていうのは本来であれば全部削除するんだろうなと思われたところ、残ってるものがあるぞっていうところから、この関係っていうのが中国共産党の関係で残ってる。ああ、これはきっと中国共産党の意思とも合致しているんだっていうふうに受け止められて、
話が大きくなってるんですよね。で、この話は日本じゃなくて、中国でそれが始まって、それを韓国が見つけて、日本のユーザーも見つけて、そしてアメリカの、ネットユーザーたちも見つけて、中国ではこんな話っていうのが盛り上がってるのかなっていうところで、まあ、インターネット上で話題になるわけですね。さて、この話なんですけれど、一つ注意点がありまして、まあ、先ほども述べたように中国共産党、じゃあこの意見に対して、まあ、その通りその通りって賛成するような話をしているかといえば、まあ、基本的には沈黙しております。まあそれはそうだっていう話なんですけれども、で次に気をつけなければならないポイントっていうのが、まあ、核攻撃をするかしないかで言ったら、基本的に、わざわざどういった行動をするかというところで言うと、批判を受けるような形では言わないわけなんです。で、中国共産党としては、まあ、撃ってこられたら撃ち返しますよっていうのを建前にしています。これはですね、ほとんどの核兵器を持つ国が基本的な政策として持っています。なぜならば、核っていうのはあくまでも自分たちがやられないために持ってるんだっていうふうなものを言っておけば、これがまさに核兵器による抑止力を持つだ。っていうことに一つ、理論として成立するからです。で、今回のようにですね、核兵器をガンガンに先制攻撃で使ったるわっていうような話っていうのは、基本的には戦略上としてはないんですよね。なぜならば、そんなことをすれば、その後一体何が起こるかっていう意味で言うと、まあ、不利益しかないからです。基本的には。もちろん日本には現在のところ公表されている核兵器っていうのは持っていないわけなんですけれども、まあ同時にですね、じゃあ日米同盟のことを考えたときに、日本に核兵器バンバン撃ち込んだら何が起こるかっていうと、同時にアメリカの人たちっていうのもなくなってしまうわけです。っていうのは、これは明らかに日米軍事同盟のその発動のタイミングでもあるわけです。そして日本っていうのはまさに、アメリカの核兵器っていうものの傘、核の傘の下にある国なので、じゃあ日本に対して先制核攻撃した段階で、おやおや、これ在日米軍の基地も思いっきり吹っ飛んでるんだけど、中国お前どういうことが分かってるんだろうなっていう話へと当然突入するわけです。まあ、このことのあたりが全く考えられないようなおバカさんなのかっていうと、まあ中国はそこまでおバカさんじゃないだろうというふうに思うので、まあ、基本的にこの作戦というのはあくまでも、まあ、実現性はないからというふうに私は考えます。まあ、ただしですね、この話っていうのは一つものすごく利用価値があります。一体何かっていうと、中国の人たちがこの話に対してものすごくいいねをつけてますよねっていうことから見ても、賛同する人たちがたくさんいるわけです。この話を日本国内に広めることによって、中国の多くの国というにはちょっと人数としては少ないわけなんですけど、少なくともインターネット的にはもう200万再生されて、まあ2日間で200万再生されて多くの人たちが支持している。そのぐらい中国の人たちは日本に対する核攻撃をすることに何らためらいはないし、むしろ賛成している人たちが多いんですよっていうことを日本国民の多くの人たちが知れば、それこそ日本の危機感を高めることには非常に有効な話だと思います。何しろ日本の場合だと専守防衛の国なので、核兵器を使おうと思った時に基本的には核攻撃された後じゃないと、何ともできないよっていう仕組みになってますからね。この仕組みがあることを考えた上で、この危機感っていうのをみんなに広めるっていうことに、まあ一番重要じゃないかなと思いますね。まあ、実際にやるかやらないかではなく、こういった話を中国ではされていて、その動画を見た人たちが、まあ、かなりの数支持していますよっていうことを話し、これが広がること自体が日本の国民、多くの人たちに危機感を持ってくださいね。今、世界が平和だなんていうふうに思っているんだったら認識として間違っていますよ。こういうふうに考える人たちが実際についお隣の国であるんですよ、ね。まあ、このあたりのことを考えれば、まあ、先ほどの話とちょっとつながりますけど、麻生大臣の話から防衛予算つけなきゃねっていう話にも国民的に支持が集まるんじゃないかなと思いますね。まあ、結局のところですね、この防衛予算を増やすか増やさないかっていう話をするときに、必ずのように、いや、もっと他に使うことがあるだろうっていうのが日本人の中でもあるんですよ。例えば福祉予算をどんどんと増やしましょうみたいな話をされる方もいますし、
いやでもね、安全保障にちょっとお金がないんだから、そこ使わんとねっていう。もちろん全部に全部お金を回せるわけではないにしても、私は少なくとも今よりも増やすっていうことはやっぱり認めてもらう。そのためにはもう中国ではこういったことが普通に話されていて、なんかそれがみんなが止めるんじゃなくて、もうみんなが賛成してますよみたいな、こういった状況が生まれていることを、まあ、知るのは非常に大事だと思いますね。ポチッとな。よいしょ。白柳さん、打たないかもね。だからこそ死者が出てから反撃では遅いと思う。まあ基本的にまあ核兵器の先制攻撃なんか受けたら、まあ、とんでもないことになるのは間違いないですからね。まあそれこそ東京一発を落としたら100万人単位で、まあ亡くなる人が出ても全くおかしくないしっていうところで、まあそのことを十分考えないといけないわけですよね。うん、まあ専守防衛っていうのはそもそもがものすごい不利な条件からスタートしますからね、まあ、やられてからじゃないと打ち返せないっていう段階で、もう相手がもうゼロ距離射撃できるところまで近づいてきて、まあそれまで何もできないっていうね、本当にこんな守れるものも守れない状況だと、まあ、どうしようもないと思いますね。うん。で、現在の自衛隊としてじゃあどんなことができるのかって言われたら、基本的にはですね、まあ今の日本政府としては非核三原則に基づいて核兵器が持たないよっていう話はしているので、少なくとももしも核攻撃を受けた場合においてはアメリカと話し合った上で、核兵器の異常、使用権の異常というものをある程度事前に取り決めますよっていうところを、まあアピールするのが大事かなと思いますね。別に日本が持たなくても、まあ、いざとなったらアメリカの核兵器を曲がりするような形で使用権を移譲してもらった上で、まあ、使わせてもらう、まあ、そんなことを、まあ、ある程度事前に言うことも必要になるのかもしれないですね。で、あとは通常兵器の、まあ、充実っていうのは当然のように必要です。ある程度核兵器を攻撃するっていうのは、通常兵器がまあ手強い状態っていうのはないと、まあ、そこまで考えないと思うんですね。今の状態だと核兵器すら必要ないぐらいに、まあ、通常兵器の戦力差が開いてしまうと、まあ、なんだかんだ言って中国がやりたい放題やってしまう可能性があるので、通常兵器からしっかりと守る。そしてその前の段階、血の流れないところから情報工作戦っていうのは始まるので、諜報組織忍者っていうのをしっかりと整備しましょうねっていうのが私の考え方であります。戦争っていうのは基本的には戦争が起こらないような状況をまず作らないことが大事であり、戦争が起こらない状況を作るためには相手を抑止するための能力、組織、体制作りというのがまあ重要ですという形で、まあ、順番論として手前手前のところから充実を図る必要があるというふうに考えております。もちろん憲法についてもやっぱりね、専守防衛には限界があるよ、そしてもう限界をもう超えた状態というのを今の日本の置かれている状況だと私は思っております。メトロポリタンさん、歴史的に中国は戦争が弱いです。正しい油断はしてはいけません。その通りでございます。まあ戦争に弱い国だからといって油断しておいてザクッと一撃やられたら、その一撃がもうそもそも痛いですからね。はい、いいよ。さて、というわけで皆さん、3時からスタートして17時、まあ15時から17時までの放送というふうにお話ししておりましたが、本日17時にと突入いたしました。まあこのあたりで今回のお話というのをまとめに入っていきましょう。レンさん、お茶代にありがとうございます。スーパーチャット、そして、スーパーチャットしたけど取り扱ってなかったなという方、ダブルシュナウザーさん、こんにちはワンということで、ワンワンありがとうございます。よいしょ。他に気づいてない方おられんかな。私が喋ることに夢中になっていて、スーパーチャットをしてくれたことに全然気づかないこともあるので、まあそういったこともあります。まあめげずにスーパーチャットしてくれると嬉しいです。白柳さん、安倍さんも情報機関を作る必要があると先日言われてました。本当ね、安倍さんもそう思っていただけるんだったら、もうぜひとも情報機関作る方向で力を尽くしてほしいですよね。今の公安調査庁があればいいんじゃっていう話とか、まあそういうね、内閣調査とかね、まあ、そういったところもあるんですけど、
私はそれでは不足していると思うのでね、やはり一元管理する大きな組織というのを、まあ、しっかりと作る必要があると思っております。よいしょ、タミヤ武蔵さん、早く太平洋版 NATO ということなんですけど、うん、これもなかなか茨の道ですよね。結局インド太平洋のこの地域におけるもう集団自衛体制っていうのがなかなかできないんですよね。 ASEAN 諸国の中にすでに中国側の方にかなり入れ込んでいる国があるので、なかなかね難しいんですよね。よいしょ、エリエリさん、予算もそうだけど文系ばっかもダメかな、理系を増やさないと。私もそう思います。うん、結局のところ文系の人たちっていうのが別に悪いわけじゃないんですけど、使いどころというかね、適材適所になってないことがあるんですよね。あの全ての何て言うかな官僚がっていうわけじゃないんですけれど、やっぱり上に来るような人たちっていうのもある程度文系理系の割合っていうのをある程度考えてもらわないと、もう全部が全部なんか東大法学部ですよみたいな、そっちじゃない方がいいんですけどっていう分野たくさんありますからね。パープルパープルさん、防衛費に使ってください。うん、なかなか私から防衛費にそのお金は使えないですけれども、スーパーチャットありがとうございます。銀翼さん、中国はミサイルの飽和攻撃で肩をつけたがってるよね。それ以外ではやばいと思ってるのかもしれない。私もそう思いますね。あのよく中国の話をするときに兵士一人一人は結局まあ小皇帝と呼ばれるような形で非常に可愛がられて育てられてきた人たちなので、まあ実際の戦闘になるとまあすぐに逃げ出すような人たちだっていう風な解説をされる方がおられるんですけれども、現代の戦闘っていうのは別に昔のようにもう銃剣突撃するわけではないので、もうミサイル攻撃長距離の本当に距離の離れたところからの戦闘っていうのがもう主体になる関係もあって、別に兵士一人の一人の勇敢さかどうかっていうのはあんまり関係ないんですよね。まあだからこそもう中国っていうのは長距離ミサイル中距離ミサイルっていうのをもうガンガン揃えて、それでまあポチッとなっていうね、スイッチ一つで始められる戦争っていうのをまあ考えられてるわけなんですよね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。まあといったわけで、今日取り上げられなかった書き込みもまあ結構ありますけれども、まあめげずに書き込みをお願いいたします。まあ来週も今回と同じように日曜日の3時から7時っていうこの2時間ぐらいのことを考えております。そして、書き込みがものすごく多いぞっていう感じになったら、その場合は、前日土曜日にもまあ分けて放送2回放送っていう形である程度やろうと思っております。そして生放送ではこのようにですね、非常にまあいろんな話をかいつまんでいく関係で、一つ一つの話についてまあ掘り下げるわけではないんですけれども、皆さんの疑問の思ったこと、じゃあ私がどう思ってるのかっていうところから、あなるほどそういう考え方もあるかとかね、まあみんなこういった風に考えてるのかっていう、まあある意味横も見つつ私も見つつっていう形で、それぞれの人、あこの問題関心なかったけどこういうことあるんだなっていうのもまあ一つ一つ情報として役に立ってもらえればなと思います。そして2時間のというこの時間をですね、まあ一つ無駄な時間としてではなく、なんとなく過ごすよりも、より良いものとして感じられたらいいと思います。特に今回の話では中国や韓国の話がまあ主体になっているわけなので、日本にはいろいろな問題があるけれども、同時にこれらの問題を解決していくことによって、この中国や韓国の問題っていうのも同時に解決していく。まあこういったことが必要だと思います。そして政治家に求められる能力っていうのも、そういった意味では、もう全然投票先がないわっていうんだったら、やっぱりそういった自分が投票したいと思うような人を応援する。もしくはもう自分自身がある程度そういった方向に、まあ力を入れていく。まあそういったことにちょっとね、考えを及んでもらえると嬉しいですね。ガゼルさんですかね。スーパーチャットありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。ということで。まあ2時間でしたが、この2時間があっという間に過ぎ去ったなと思ってもらえれば、放送としては、まあ意味あるものだったと私は思っております。というわけで本日2021年7月18日、上川が行くニュース解説生放送会でございました。皆さん2時間ありがとうございました。
それでは今回の生放送はここまでといたしますよ。それでは次回またお目にかかりましょう。またね。